日はお忙しい中、オルツカンファレンス2024 AI と人、変革化連続化にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます藤田剛と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではまずはじめに代表取締役 CEO 米倉和孝よりゼロインパクト人のいらない世界と題しましてプレゼンテーションを行わせていただきます。米倉社長よろしくお願いいたします。それではオルツカンファレンス2024、米倉のパートから始めさせていただきます。まずは、こちら動画の方を、再生していただきます。 In realms apart, where self-recognition fades into the mist. Amongst the daily echoes, I found small contradictions and profound truths as well.光彩と言います、彼女はすべて生成 AI から誕生しています、このキャラクター、このサウンド、声、歌、映像、歌詞、ビジュアル、すべてが生成 AI で作られています、ついに AI は人間のみの聖域と思われていた想像の世界まで踏み込みました。美しさという人間にしか理解しえないと思われていた概念をも作り出しています。僕らはこの光彩という AI が生んだデジタルな個性を今後の最先端の技術を常に導入することでどこまで進化した表現ができるのかを挑戦していきたいというふうに考えています。またオフィシャルサイトなども準備中ですのでお待ちください。はい、次いきます。さてオルツは2014年11月に創業しました、およそ10年前、まだ AI という言葉が一般化する前に開始しています、私たちは創業時からパーソナルアーティフィシャルインテリジェンス PAI の世界を広げるために開始された企業です。まずはその私たちの考える PAI とは何ぜを紹介した新しいプレビューがございますのでご覧ください。By reconstructing life log data from users' various devices, Alts creates digital clones, embodying users' personalities, memories, and skills in digital form. These digital clones can then operate as autonomous AI on various devices. These digital clones communicate through the Alt platform, always syncing up, always learning, which means they get better at taking autonomous action or being you every day.For example, your digital clone can identify a challenge at your work, and it can gather what's needed to fix it, data,
and even organizing resources, all on its own. Alt is a personality platform that stores digital clones. It's a repository for personality data on people from around the world. Easy to set up, these can be launched on any gadget you own, and users can access and activate other digital clones from around the world, from anywhere at any time. When others engage your digital twin, any gains it makes, experience, rewards, or tokens are yours to keep, all through Alt's secure platform. Once all of humanity's digital clones are uploaded to Alt's, it will be like a second Earth in the digital realm. A place of endless possibilities where every scenario can be explored from the simulated data. It will also be possible to predict the future. By doing so, humans will be freed from inefficient work, freeing you to live more, create more, and be the most authentic version of yourself. はい、ありがとうございました。それでは私米倉のクローンからもオルツについて説明してもらいたいと思います。まずは皆さんに日本語、英語、中国語で挨拶して。わかりました。遅くてすみません。それでは日本語、英語、中国語で挨拶をしますね。まずは日本語での挨拶です。こんにちは、株式会社オルツの米倉和孝です。今日も一日よろしくお願いします。次に英語での挨拶です。Hello, I'm Kazutaka Yonekura, CEO of Orutsu Inc. I hope you have a great day. 最後に中国語での挨拶です。你好。我是欧鲁兹公司的 CEO 米仓钱贵，祝你今天过得愉快。どうでしょうか？どの言語でも皆さんとのコミュニケーションを大切にしています。オルツの企業紹介を手短にしてください。株式会社オルツは2014年に設立された日本の企業で、パーソナル人工知能 PAI や AI クローン技術を開発実用化しています。私たちの目標は世界中の人々が手放せないサービスを提供すること。そのために新しいアイデアや技術を追求し、革新的なサービスを提供しています。またスーパーリン経営を行い、高いバリューを持つメンバーで構成されたチームで、世界基準の企業を目指しています。はい、こんなものだと思います。じゃあ、スライドに行きます。はい、そうですね、私のクローン、先ほど申し上げたとおりですね、もうすでに月間で166時間も働いておりまして、面接とか取締役会のファシリテーター、あと新規株主へのプレゼンというですね、業務も代わりにやってくれているという状況でございます。でさらにオルツという会社ではクローンの労働に対しても給与を支払うということをやっておりますので、僕のクローンは僕にとってはもう資産そのものという状況になっております。じゃあ次いきます。はい、でまあ、クローンからの説明にもありましたが、オルツのことを把握されていらっしゃらない方もあると思うので、会社概要をご説明します。で弊社は人工知能、中でもディープラーニングと自然言語処理、また分散コンピューティングなどの専門家で構成されている日本発信のディープテック企業になります。日本国内の主要 VC および国外の VC によって累計資金調達は100億円を突破した日本で屈指の AI 企業となっています。
研究成果も多く、世界最難関の論文での採択もされた技術を保有しております。で、オルツェはこのビジョンを叶えるための技術をたくさん保有しています。ビジョンはあくまで労働からの解放につながる PAI の実現ですが、 PAI クローンの構築のために対話エンジンのための音声認識技術、音声合成技術、NLP、LLM など多くの要素技術を研究開発してきました。それら要素技術を活用することで、マーケットニーズに応える AI 議事録やオルツブレインなどのプロダクトを展開し、マネタイズしております。当社の技術は国内のみで7000社の企業に使われるまでに成長しております。本日発表するオルツポロックや AIHR もこのプロタグの一つに位置します。さて、ここからは本日お披露目となるオルツの新プロダクト、オルツポロックの発表になります。で、ポロックはパーソナライズドオプティマイズラージランゲージオペレイティブクエリー、パーソナライズされた最適化された大規模言語操作クエリーの略となります。で、ちょっとここ複雑なんですが、まずオルツのストラクチャーについて説明します。で、上の図になりますが、ポロックは OS とソフトウェアをユーザーの代わりとなってつなぐ、ユーザーの代行者の役割を担います。常に命令を必要とする現在の大規模言語モデルの LLM をさらに進化させ、 LLM 自体がコンピューター上の状況に応じて自らの命令文を生成し、コンピューターをユーザーに代わって操作します。これを AAAアーティフィシャルオートナマスエージェント、人工自律型エージェントと名付けています。つまりポロックはユーザーのクローンとなり、ユーザーの代わりとなってパソコン操作をして何らかのタスクを目的まで達してくれるということを行います。で、下の図では大まかなフローを表しています。で、ポロックはユーザーのパソコン上での動向、キーイベントやボイス、何らかのメッセージやマウス操作などのトリガーを常時確認し続けています。そしてそのトリガーをもとにインテンションインファレンス、意図抽出を LLM が行い、ユーザーの手助けをすべきかどうかを判断します。で、タスクが手助けすべき と LLM が判断されたならば、マルチモーダル AI が変わりまして、コンピューターを操作するための命令文を生成します。そしてポロックがユーザーに代わって実際にキーイベントやマウス操作などを実行し、目的を達するということを行います。またこれらの動作はパーソナルメモリーに履歴が記録され、ユーザーの特性に応じて LLM が書き換わり、パーソナルされた結果をアウトプットするように成長していきます。つまり長い説明になりますが、皆さんの日々のパソコンの操作を勝手にですね、ポロックが学習し、すべての業務を代わりとなって片付け始めるということを行います。はい、それでは実際のデモを見てみたいと思います。ありがとうございます。はい、この瞬間にもですね、常にポロックのシステム動いておりまして、今画面の左下にこうふにゃ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 動いているのがポロックになります。それではですね、まずやってみたいと思います。今日の僕の予定を教えてくれる。承知しました、お調べします。本日は10時から18時までオルツカンファレンス2024に参加される予定です。はい、こんなことは Siri にもできるよというふうに思った方いらっしゃると思いますが、では次に、それらでは動かせない OS レベルでしか動かないような指令も行います。ディスプレイをダークモードにしてください。承知しました、端末の設定をダークモードに変更します。ダークモードに変更するためのコマンドを実行します。これもダークモードに変更されてますね。ダークモードへの変更が完了しました、はい、これでタスクが完了するとですね、右上の方にユーザーに報告を随時していってくれるようになります。
で、まあ、ここまでは非常にこう単純な動作を見てましたが、ここから、やばいことを始めます、今日のイベント参加者のリストを確認して、参加のお礼とスラックへの招待 URL をメールで送信してくれますか。こんな困る。承知しました。本日のイベント参加者にお礼とスラックへの招待を送信します。デスクトップにあるカンファレンス招待者リストを参照します。今皆さんのリストが参照されています。 Gメールを開きます。これも勝手に開いてます。これは普段 Gメールのメール作成ボタンをクリックします。例えばアウトルック使う人は BCC に設定します。メールの宛先を入力します。まあ、こんな作業を依頼されたら本当困りますよね。メールの件名を入力します。はい、文章も生成しました。メールの本文を入力します。はい、本文も生成して入れてくれました。メールを送信します。はい、メールは送信されました。つまりですね、今皆さん携帯を取っていただいて、届いて、G メールのメール作成ボタンをクリックします。あ、僕が喋っちゃったまたやばいやばい、すごい。 BCC に設定します。すいません、もう一回送っちゃいました。2つ送ります。メールの宛先を入力します。すいません、2通いくと思いますけど、皆さん多分ポロックからメッセージが来てると思うんで、開いていただいてスラックの招待 URL を押していただければと思います。メールの件名を入力します。でそうするとおそらく、あ、ちょっと僕今見れないんですけど、スラックの画面の方に、メッセージがじゃんじゃが入ってきて、メールの本文を入力します。で、僕のポロックなので僕にメンションを送らないと返事をしてくれません。ただ、米倉宛てに、メンションを送ってメッセージを送っていただくと、ポロクが勝手にメッセージを送信し始めます。 G メールのメール作成ボタンをクリックします。あれ、BCC に設定します。ちょっと一回止めましょうか。メールの宛先を入力します。はい、今メッセージを入れてっていただいてると思うので、次の指令の方入りたいと思います。メールの件名を入力します。大丈夫かな。メールの本文を入力します。ちょっと待ちます、すいません。メールを送信します。メールの送信が完了しました。これで OK ですね。はい、じゃあ次いきます。適当にスラックに返信があったものに関して自動返信してって。承知しました。代わりに返信しておきます。はい、これで皆さんのメッセージを代わりに反応してってくれると思います。
皆さんは正しい行動をしてますね。あ、来ましたね。はい、はい、これ今、はい、人間が入れてるわけじゃないですよ。はい、ボロックが勝手にカーソルも動かしてですね、ちゃんとスラックのメッセージの位置に持ってくるんです。はい、メンションが見つかり次第反応しているので、これも永久に動き続けますので、皆さんお帰りになっても楽しんで寝てってください。はい、じゃあ、まあ、これはちょっと続けて継続的な行動もしますよってことですね。まあ、これ例えば E メールを自動でやらせていけば、メールに入ってきたものに関して自分らしさを踏まえて返信も勝手に作っていってくれるということも行います。じゃあここまで、まあ、今日後ろのブースの方でも体験できる環境を作っておりますのでご確認いただければと思います。6月にはですね、お越しいただいた皆さんにはダウンロードしてもう使える環境を作りたいというふうに考えています。で、本日受け取られたチラシからウェイトリストに登録しておいていただければと思います。で、ウェイトリストに登録された方を優先的にアクセス可能な状態にしてまいりますので、お早めに入れていただければと思います。はい、じゃあスライドの方に戻ってください。はい、次はデジタルクローンを使った新商品のご説明、次に入ります。こちらはどれも未公開なものであり、こちらもローンチは6月を予定しています。今日私からクローン HR、AIHR を発表します。で、クローン MA というものがあるんですが、こちらは MA 事業の責任者の井上から後ほど発表いたします。で、ここではですね、AIHR を用いた実際のオルツで稼働している HR の実際の業務状況をお伝えします。まず一般的な人事フローはこのような構成になります。まあ、左から順にですね、まずは採用人事メンバーが当社にマッチしそうな人材を検索してタレントデータベースに登録します。で、スカウトメールをその人たちに送信いたします。で、そして候補者から応募が実行されたら、まず書類選考を行い日程を調整し、後に一次面接を行います。面接結果を判断し、その後面接通過された候補者に対して二次面接を実行し、最終判断を行うというプロセスを行います。で、これら9つのプロセスを当社では月間で1000名ほどの候補者をさばいているという状況です。で、そのため常時採用人事は6名から7名のメンバーが業務に当たっております。では、これらここからですね、どこまで AI に置き換わるのかといいますと、結論このようになります。9つのプロセス中7つのプロセスをすべて AI が代行しています。で、ここで使われているのは2つの AI がございます。1つ目が左側の AIHR で、次がクローン面接官になります。で、AIHR というシステムではウェブやさまざまなサービスからオルツの体制に見合った人材を自動で検索し、タレントデータベースに登録していきます。で、そして各人材にパーソナライズされたスカウトメールを自動生成し、オルツへの応募を E メールやさまざまな送信手段で促します。で、さらに応募があった人材の書類審査も過去の履歴と照らし合わせ精緻に行い、その結果を人事にレコメンドしていきます。その後、一次面接もなんと私 CEO の判断をさせるデジタルクローンが実行してしまいます。で、その面接結果もさらに AI が判断し、人事にレコメンドする仕組みになります。じゃあ、人事業務自体はですね、今どうなっているのかと思いますと、最終的には一次面接の判断と、その後の実在する採用担当者との面接との採用結果を行うだけという状況まで減らせております。では、実際の画面がどうなっているのかお見せします。AIHR というのはこういう画面になっておりまして、めちゃくちゃ見づらいんですが、このキャンディテートズナのホットリスト、この中にですね、オルツにマッチしそうだなっていう人材を何名か人事の方がピックアップして入れ込んでいきます。で、このここですと5名か6名ですかね、
が入っているんですが、その人たちを入れると自動的に AI がですね、この人たちの経歴に合って、かつオルツの文化であったりとか人事と人材とマッチしそうな人材を自動的に導き出していきます。でここで見ていただくと、メタの人材とかオープン AI の人材とかテスラの人材みたいなのを勝手に引っ張ってきているというような状況になります。でさらにですね、この人材に対して口説き文句をですね、この人の経歴とかを読み込んで、どういうふうに口説くべきかということを生成文章が作り上げます。でさらに当然ながら言語もですね、相手に合わせて言語も変換して送りますので、かなりの確率でこちらを見てもらうということができるような状況になっています。でこれらの人材の特徴とオルツの特徴を踏まえた口説き文章を生成した後に、これを自動送信していきます。でメッセージ内にはですね、面接クローンとの対話のための URL もリンクされておりますので、このですね、これ実際に面接クローンなんですが、私のことを学習させた面接クローンと人事面談が開始されるという形のフローになっています。でさらに面接が完了しますと、よいしょ、これいけるかな、はい、生データですが、面接結果ですね、AI としてはどういう結果があったのかっていうのですね、もう赤裸々ですけど、吐き出してくるということをやります。でこれを当社の人事は見て、本当にマッチしているのか、マッチしていなければ AI を鍛え直すということを行って、どんどん自動化を行っているというようなことを、実際の業務の方で行っているという状況です。では、この AIHR を使った社内 POC のレポートもお見せします。 AIHR を入れて1ヶ月間の結果、月間の人事業務は全体の 70% 以上削減されており、また今までタッチできていなかった国外の著名エンジニアなども AI による英語を使ったアプローチを行え、プラス5名採用され、具体的には採用数は 2.5 倍に増加し、人件費は 72% 以上削減することに成功しております。これを年間トータルにすると 1,536 時間の削減、60名の採用に影響し、2500万円以上を超える国葬削減につながっています。この赤いチャートが採用にかかった工数になりますが、見て分かるとおり3月からは激減しておりまして、おります。で人材は企業の基盤ですから、 AIHR の導入により企業のファンダメンタル自体を向上させられたというふうにも言えるかと思います。で今回は人事でお見せしておりますが、現在営業の方でも POC を開始しておりますので、次回には売上貢献する AI というものもお見せできるかと思います。はい、僕からの発表は以上になるんですが、 The best way to predict the future is to invent it、未来を予測する最高の方法はそれを発明することだ、これはパーソナルコンピューターのアラン・ケイの名言になります。AI に追いやられるような非生産的労働ではなく、 AI を僕らが描く未来の有効な手段として扱う、それが現代に生きる私たちの挑戦となります。ぜひ私たちオルツと一緒に楽しんでいただければと思います。以上、まず私からのプレゼンになります。ありがとうございました。続いてのプレゼンテーションは CTO 西村義和より Gen AI to PAI と題しまして、プレゼンテーションを行わさせていただきます。それでは西村さん、よろしくお願いいたします。お願いします。西村です。本日はですね、 Gen AI to PAI というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。はい、今回も例年通りちょっとスライドを作りすぎてしまいましたので、巻きで早口になると思いますが、ついてきてください。はい、早速ですが、 Gen AI という言葉、皆さん聞いたことありますでしょうか。
これは先日アメリカに視察に行った際に、結構みんな Gen AI、Gen AI っていうキーワードを口にしていました。これ日本でいうところの生成 AI っていうバズワードに当たる単語になるかなと思うんですけど、この Gen っていう響きがあんまり日本では馴染みがない感じかなと思います。はい、でまず Gen っていうのはこれジェネラティブの生成的なっていう意味の訳なんですけれども、これが Gen AI ってなるとジェネラティブ AI で生成 AI という意味になっています。でこの生成 AI っていう言葉が今すごく流行ってるかと思いますけれども、これ技術的な用語というよりは結構概念的なもので、実際にはくくり的にはですね、人工知能っていう実現したいものがあって、それを実現するために機械学習っていう技術が発達してきましたと。その中のディープラーニングっていうものが結構注目し始められて、その中の一用途として生成 AI っていう言葉が結構流行ってきたっていう流れがあります。でこの生成 AI も機械学習の一種の手法を用いているものになりますので、仕組みとしてはやっぱり学習をして出てきたモデルを使って推論をするっていう、この学習推論っていう流れに関しては他の機械学習と変わらないものかなと思います。でこの推論の部分ですね、ここで何か入力をしたものに対して出力が返ってくる部分、ここがですね、従来どこかからデータを引っ張ってきて出すとか、ただただなんかそこにあるものを出すのではなくて、その場で出力を生み出しているっていう、いわゆる生成しているっていうところから、この現象を見て生成 AI ってこうも言われているものができてきたのかなと思います。でこれが入力がテキストで出力もテキストだったら、チャット GPT みたいなチャット対話モデルになりますし、LLM って呼ばれたりするものになりますが、テキスト入れて画像が出てくるものだと、皆さんご存知かもしれないですけど、ステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーみたいな画像生成の AI になるというところになります。これ何を生成するかの違いで、何かを生成しているものを生成 AI って呼んでるのかなと思います。はい、で例えばはい、ここで一つお話ししたいのが、知能とインターフェースのちょっと関係性についてちょっと話したいんですけれども、世の中でその AI とか人工知能って呼ばれているものがたくさんあるんですけど、それぞれそのどこに人間って知能を感じているのみたいなところをちょっと考えてみたいと思います。はい、でここ、一応例としてですね、左上のこれが、クローンデブって外にも展示してある、アバターが、音声で問いかけると、音声で答えてくれるっていう、インターフェースですけど、それが、一番我々が AI クローンと呼んでるもので、右上の、チャットボットですね、いわゆるチャット GPT みたいな、文字列入れると文字列返ってくるやつ。あとちょっと特殊なものとして、 AI が生成した画像っていうのも最近こう出回ってきてると思いますので、そういうもの、あと中には音声合成ですね、音声を合成しただけのものみたいなものもあるので、それをちょっと一つずつ見ていきたいかなと思いますけれども、はいはい、まずこれ先ほどデモでも見ていただいたものなので省略しますけれども、アバターが出てきて話しかけると答えてくれる、これに関してはですね、どうなっているかというと、これどこに知能を感じているのかなって考えると、これ見た目も声も人間っぽいですよね。でインターフェース自体がなんか知能があるみたいな感じで皆さん見えているっていうのが現状かと思います。でもこれ実際にはですね、この裏にですね、サーバー側っていうんですかね、裏側に AI モデルがいくつもあって、それが協調して動いて組み合わさって動くことによって、そのインターフェース越しに具現化している知能みたいなことになります。これなんかあんまり深く考えてないと、あたかもこのインターフェース自身に知能が宿っているかのように見えるという錯覚に陥るというものになります。はい、次にチャットボットなんですけど、これは顔とかがないんですね。ただの文字のチャットなので、普段 LINE とかでやり取りをしているのと同じで、きっと裏側に人間なのか何かがいて、それに操られて何かが打たれてるんじゃないかなっていう先入観が人間多分あると思います。なのでここの場合はちゃんとインターフェースはインターフェースとして認識できているんだけど、その裏に何か操る知能みたいなものを感じるっていうのが現状の人間の認識かなと思います。はい、これが一番多分ややこしいところなんですけど、よくその AI が生成したこの真ん中にあるような画像ですね、特に写真とこう見て区別がつかないみたいな人間の画像とかがあると、みんななんか、あ、なんかこれ AI ですよねとか、これ AI だなっていう人いると思います。
で、これ実際これって言ってるのって何を指してるかっていうと、なんかこの画像自体を指してこれ AI って言ってる人たち結構多いと思います。これってやっぱりこう、これって指してるものが人型、人の形をしているものなので、まあ、そこに何か魂みたいなものをこう見出して、みたいな感覚があるのかなと思います。で、実際にはですね、これ裏にこの生成を行っている画像生成モデルっていうものがあって、まあ、これにこの例で言うと、なんか絵描きですね、デザイナーみたいな絵を描く AI が裏にいるよっていうだけのことで、まあ、知能があるとしたらここに宿ってるはずなんですけど、皆さんこの、人間の顔をしたものを AI って呼んでたり、します。はい、であとは音声合成ですね、これ気づかれてるか分かんないですけど、例えばちょっと再生しますけど、西村の AI クロンボイスです。今日は喉の調子が悪いのでところどころ AI に喋らせるかもしれません。これ私が喋ったのを録音したとかではなくて、もう私のクローンボイスっていう、モデルがあって、それに、文字列を何でも喋らせられるっていうものだったりするんですけど、多分気づいてないかもしれないですけど、ここまで私ずっとバーッと喋ってる中で、いくつか、クローンボイスですっていうのがあるんですけど、これ、どこになんか知能とかが感じるかなっていうと、あまり知能は感じないですよね。なんか裏で誰か喋ってるのかなとか、知能を感じるところがあるとすれば、喋ってる内容に知能を感じるみたいなところがあって、ちょっと判断難しいところがあります。はい、ですね。で、それぞれこれ人間がどこに知能を感じているか、AI と呼んでるものは何なのかみたいなのをちょっと整理してみるとこんな感じになります。で、一つずつ見ていかないですけど、このなんか知能がですね、こう表層に出てきているのってやっぱり見た目が人で、それが動いたり喋ってるっていうものを、人間は、知能と感じますと。で、我々人間ってその AI とか知能に関してだいぶこうふんわりとした認識で、認識を行っているかなと思うので、人間らしい見た目があるとそれを、AI って呼んでしまう傾向がありますと。で、またそれが喋り出す、何か内容を持って喋り出すと、そこに知能を感じるみたいなことが、あるのかもしれません、あると思います。はい、で実際にはこれらをこう、要素を統合して、AI クローンってこの左上のものですね、すべての要素を兼ね備えたものが、これをいかに人間らしく本物らしいものを作っていくかっていうのが、弊社の使命だったりしますので、我々の目指すものとしてはこのあくまでインターフェースまで含めたですね、モデルとかその、知能だけではなくてインターフェースまで含めた上で、統合知能として、PAI っていうのを実現していくっていうのが今後の流れになっていくかなと思います。これが Gen AI ってその生成 AI のこの先というかですね、まだ生成 AI の中ではあるんですけど目指していくところなのかなと思います。はい、でここでちょっと話は変わる感じになるんですけど、これ ABC っていう言葉がですね、この生成 AI 業界でよく聞かれるんですけど、皆さん聞いたことあるでしょうか。これもアメリカの投資家さんたちが尋ねたときに言っていた言葉で、何の略かというと Anything but chatbot って言って、もうチャットボットには飽きたから何か他のものを出してみてみたいな、ニュアンスで言われてました。これはあれですね、チャットボットってあんまりいつも説明するまでもなく、生成 AI の一種で言語モデルを使って、何かプロンプトをテキストを入れたら答えてくれるってものですけど、これがチャット GPT の API が公開されたことをもって、アメリカのベンチャー界隈がもうこぞってチャットボットを利用した新しいビジネスをボボボって立ち上げまくったんですね。で、ただこれ投資家さんからするとちょっと縮小気味になってきていまして、もう飽きたよって言って、なんかチャットボットじゃない他のアイデア持ってきてみたいになっているのがアメリカの投資市場の現状です。なので、チャットボット、とても便利なものありますけれども、この次に、何を目指すべきかみたいなところを、話していきたいと思います。でこれも最近ではよく聞くようになった言葉で皆さん知ってるかもしれないですけど、マルチモーダルっていう言葉が聞かれるようになってきていると思います。これは入力ですね、AI に対する入力を、テキストだけじゃなくて画像とか音声とか動画とか、このさまざまな、これモダリティって言いますけど、さまざまなモダリティなものを、形式のものを入力に取れる、であとはその出力もですね、文字で返ってくるのではなくて、画像とか音声も返す、さっきの犬の絵描いてって言ったら犬の絵を描いてくれるとか、そういうものも、あります。もっとすごい絵を描く AI もあります。
で最近この言葉自体はよく聞くようになったかなと思うんですけど、まあ、ここまではすでに実現段階に入っていたりとか、まあ、弊社のクローンデブとかですね、インターフェースとしては弊社でももう実現できてしまっているところがあるので、まあ、これはもう進化させていくっていうのはもちろん重要ですけど、まあ、これも時間の問題かなと考えています。なのでこのちょっと先ですね、さらに未来にどんなことが必要なのかみたいなことを考えるときに、まあ、これはもう見えてるものなので、その本当に先に何があるかっていうことをちょっとまとめてみました、はい、次世代に必要な要素ね、これ生成 AI が次に行くためというか、次のレベルに行くため、はい、これ独断と偏見も入りますけれども、まあ、重要な要素3つ挙げさせていただいてます、はい、個別化と、自立性と身体性、もうこの3つを挙げさせていただいてます、はい、これもちょっと1人ずつ駆け足ですが見ていきます。まず個別化の部分ですね、ここ弊社はまあ得意としているところというかずっと提唱しているところで、パーソナライズドなんですね、まあこれいつも言っていることなんですけど、一般的なそのチャット GPT みたいなものって、まあ結構使われ方として便利な検索エンジンみたいな使われ方していて、我々その大いなる AI って呼んでるんですけど、一個大きい AI がドーンってあって何でも聞いてくれみたいな、まあある意味汎用のですね AI になってるかと思います。このGen AI っていう言葉もですね、実はこれジェネラライズド AI なんじゃないっていう、まあ、皮肉もあったりするぐらいの、話で、まあ、我々が目指すのは、まあ、より個別化されたですね、その人格モデルをこう個別に形成するっていうところが我々の、まあ、ミッションですので、まあ、1人1 AI、まあ、と言わず、まあ、結構用途別だったりとか、まあ、環境別に1人複数の AI の時代っていうのが、まあ、必ず来ると考えています、まあ、これが1点目の個性化っていうところですね。はい、で次が、まあ、自立性、オートノーマスってやつですね。これポロックにもオートノーマスって言葉出てきたと思いますけど、これ自立性ってのも結構深い話がありまして、まあ、ちょっと言葉の定義になっちゃいますけど、上の段、リアクティブとプロアクティブっていう、まあ、概念があります、まあ、リアクティブっていうのは受動的なんで、まあ、なんか指示したらそれに反応して、まあ、AI だったりプログラムが動いてくれる、これリアクティブって言います。でプロアクティブっていうのは指示をされなくても先を見越して自ら動く、これ先を見越してっていうところが結構プロアクティブっていう言葉には入っています、はい、で下の段オートマチックとオートノーマスっていう言葉、これも単語としてはめちゃめちゃ似てるんですけど、ちょっと意味合い的に微妙に違っていて、この自動オートマチックっていうのはこれもやっぱ指示が必要なんですね。何かボタンポチって押したら、自動的に一連の処理をしてくることを、まあ、オートマチックと言ってます。でオートノーマスは本当に誰の指示もなく、これちょっと、強い言葉ですけど、まあ、自ら自分のために動くことをオートノマスと定義しています。でこれこうですね、自ら自分のために、ちょっと怖いですけど辞書で引いてみるとこんな感じの、まあ、英語の辞書なんで、まあ、大事なところここですね、 Freedom to govern itself or control its own affairs っていう、まあ、ちょっと、重要だと思ってる部分があって、これ日本語に訳すとオートノマスって自らを統治し自らを管理する自由っていう、まあ、言葉が入っていて、まあ、すごいこと書いてありますけど、結構重要な概念だと思ってます、まあ、ちょっとなんか危険な香りもしますけど、まあ、これに関連してですね、これをなんかこう AI に搭載していくにはどうするかっていう時に、まあ、機械学習において考え方として報酬っていう言葉が結構あったりします。報酬ってリワードですね、ご褒美みたいな、これAI の学習するときに、まあ、報酬っていうのはプログラム的にこう定義されたただの関数とかスコアのことなんですけど、これを AI ってもう最大化するために、まあ、トレーニングされてると思ってください、こう学習されてると思ってください。でもこれってなんでその報酬を最大化したいかっていうと、人間が報酬を最大化したいと思いなさいってプログラミングしてるからですね。そのボタンをポチって押してるのは人間ですと。でここに、まあ、なんかこう報酬をが欲しい、報酬が欲しいっていう欲求だったりとか、その自我みたいなものを AI 側が欲しい、こう持っていけることになると、まあ、それがまさにその自ら自分のために動くという AI にまあなっていくのかなと思うので、まあ、ここ避けて通れない問題かなと思ってます。なのでこの自立性を持たせるにはその報酬をどう設計してどう欲求を持たせるかみたいなところを研究していく必要があるかなと思います、まあ、怖い話で言うと SF チックですけど、まあ、例えば AI が本当に自律的に動くようになった場合って、AI 何が欲しいかっていうと、多分ずっと継続、自分を継続させたいので、AI ってまあサーバーとかのロボットの中で、電気で動いてますよね。電気が欲しい、電気が欲しいみたいになって、じゃあ、自分電気を手に入れるにはどうしたらいいんだろうっていう、まあ、モチベーションで動き出すと。
で電気を買うには電気代払わなきゃいけないからお金を稼がなきゃいけないみたいなところまで持ってくると、まあこれは本当にまあ怖い SF の話ですけど、まあ自律的になっていくのかなっていう、まあちょっとあの怖い話をしました。はい。でこの辺が揃ってくると、プロアクティブかつオートノーマスな AI っていうのが目指せる状態になります。これ我々が目指しているその PAI ですとか、まあポロックしかりエージェントみたいなところに持たせていきたい機能に実はなっています。はい。で最後これ身体性エンボディメント、ちょっとスペル間違ってますけどエンボディメントっていう、AI が体を持つっていう、ね、概念があります。はい。これ全然夢物語ではなくてですね、これスライド1枚しかちょっと用意してないんですけど、実は今日一番話したいポイントここだったりします。最近あのオープン AI とか NVIDIA さんが、人型のロボットだとかヒューマノイドだみたいなことを言っていて、 YouTube とかにもロボットの動画が、人型のロボットが出てると思うんですけど、あれってなんかもうやることなくなっちゃってロボット言ってんのとか、まあ、かっこいいからちょっとロボットだわいってやってるみたいにちょっと思われがちなところってあると思うんですね。なんですけどこれ実はこの LLM だったりとか AI の学習の観点からするとめちゃめちゃその重要なポイントでして、 AI をその人間と同じ環境にこうデプロイできる、持ってくることができるっていうのはもう極めて重要です。これなんでかっていうと、スケーリング則っていうまあ言葉がありまして、これってあの一時期これがブレイクスルーしたことによって、まあ、チャット GPT とかの精度がもうあの今までにないぐらい上がったっていうのがあるんですけど、これ計算量とかデータサイズとかパラメータ数って呼ばれるものをどんどんでかくすればもう AI はどんどん賢くなるよっていう、まあ、法則みたいなものがあるんですね。はい。でこれがまあそのブレイクスルーの、直近のブレイクスルーなんですけど、これあの先日サム・アルトマンが去年ぐらいに言ってたんですけど、これ限界来るんじゃないかなみたいなことを言ってました。ちょっと別の方法を探さないとこの先頭打ちになっちゃうんじゃないのみたいなことを言ってましたけど、それはそうで、まあスケーリング則自体は多分今後続くんですけど、データの種類をですね、同じデータの種類ばっか集めててもやっぱダメで、まあここに効いてくるのがですね、ロボットが、AI がですね、体を持つと、まあ、現実世界に来るとこれ現実世界で受けるフィードバックだったりとか人間からのフィードバックみたいなものを、まあ多種多様なデータがさらに取り込めるんですね。まあ、ここが今後 その生成 AI もしくは、まあ LLM だったり その成長に必要なんじゃないかと言っています。でこれ体を持つっていうのが必ずしもその現実世界である必要も実はないんですね。なんかバーチャル空間に、まあ、メタバースでもいいですし、なんかゲーム内とかでもいいです、の中に、体を持つっていうことも、まあ、全然可能で、実際今あの自動運転の学習とかはあの Unity とか Unreal Engine とかゲームエンジンの中で、もうトレーニング行われちゃったりしてますので、まあ、これの延長でですね、今あの OpenAI さんが、Sora っていう AI を発表したと思います。あの動画を生成して、まあ、みんなこんな動画、AI が生成してすごいねって見てると思うんですけど、まあ、実はあれ動画生成してるのがすごいねじゃなくて、あれって実は、彼ら物理法則シミュレーション AI って呼んでいて、実は中で物理法則をシミュレーションしてるんですね。本当に世界を模倣するみたいなことをしてるので、まあ、あれがまさに、まあ、AI が、その仮想空間の中でいろいろ学習を行ったりする、まあ、身体性を持つみたいなところに実はつながってくる技術になっています。はい、だんだん時間がなくなってきたんですけど、これ私がよく使う AI におけるテクノロジースタックみたいなテクノロジーレイヤーの図なんですけど、まあソフトウェアからハードウェアまでバーってあります。でここにですね、おそらくも来年には新しいレイヤー足されてるかなと思ってまして、このヒューマノイドとかロボットっていうレイヤーが足されると思います。まあここまあ、GPU だったら NVIDIA さんとかが大きいとこですけど、これヒューマノイドロボットどこがプレイヤーとして出てくるんですかね、最近フィギュア1みたいなの出てきますけど、テスラなのかな NVIDIA なのかなみたいなハテナをついてますけど、まあ、来年答え合わせができるんじゃないかなと思ってます。はい、ちょっと駆け足ですが、我々が次にやらなければいけないこと、注目しなければいけないこと、もうすでに始まっているものが、まあ、この3つかなと思っています。でこの3つは、冒頭であのご紹介した新しい、弊社の PV があると思うんですけど、もう一度見返していただくと、この3つの要素がどこに入っているかなっていうのをちょっと見ていただけるかなと思います。はい、ちょっとまとめに入りますけれども、これタイトルにある生成 AI から PAI っていうのが、まあ、ここまでのご説明ですが、ちょっと最後に、私のデジタルクローンですね、私の AI にちょっとメッセージを、書いてくれと、このプレゼンに対するメッセージを、書けと言ったらですね、こんなことを言っていたのでご紹介しておきます。はい、人間を超える AI、シンギュラリティがすでにできているかもしれないし、近い将来に必ず出現するものですと。
で不利益をもたらす AI に対抗するために一人一体 PAI を傍らに備える必要があるっていうめちゃめちゃ怖いことを自分の AI に言われまして、でこの絵も一緒に描いてきまして、はい、それをご紹介して終わろうと思います。はい、以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きまして CFO 日置雄介より AI と裁く人的資本経営と題しましてプレゼンテーションを行わさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。いつも話している方々もご無沙汰してますの方々も初めましての方々も今日はよろしくお願いします。オルツの CFO をしてます日置と申します。ちょっと今回のカンファレンス僕登壇早いなと思ったんですけど、社長からビジョンの話があって、で CTO の西村さんからテクノロジーの話があったと思いますけど、私からはビジネスの話をしたいと思っているので、皆さん襟を正して聞いていただければなというふうに思います。でまずちょっと前回の振り返りをここでやってしまいたいなと思ってるんですけれども、前回お話ししたのはですね、私たちこういうカンファレンスしていて、前日も前々日もエンジニア寝ずにやってますけれども、世界と戦ってます。で皆さん日々競争してますかと。でかつ競争していてどのカテゴリーで誰と競争してますか。なんか地区レベルとか日本のスモールなレベルで競争してないかな。世界と競争しないと世界で勝てないっていうことを当たり前のことをプレゼンさせてもらいました前回ですね。で、僕の友人で世界レベルで世界トップレベルでプロサッカー選手やってた友人がビジネスの世界に入ってきてアマチュアしかおらんなと言った囁いたエピソードも紹介させてもらいました。でその上でですね、引き続き僕としてはで、オルツとしては、いかに日本企業として世界で勝っていくのかっていうのを日々思案して模索している立場で話したいなと思ってます。で今回ここに参加していただいている企業の売上総額が50兆円と日本の GDP の 10% を占めておりまして、かつ 40% が役員レベル以上ということで、ものすごく貴重なお時間を10分もいただくんで世界の舞台にいる日本の目線でこの時間を使う ROI が高かろう話をできればなと思っております。でタイトルですけれども若干攻撃的ではと思われる方もいるかもしれませんが、もともと考えていたのはですね、ちゃんちゃらおかしい人的資本経営ですね。でまたAI に裁かれる人的資本経営ってタイトルでないだけでもまだ救いかなというふうに思ってます。でこれなぜそう思うかっていうとやばいぞ日本っていう話ですね。でこれはよくある欧米を神格化して相対的に言ってるわけではなくて絶対的な話です。で何がやばいかっていうと 99% がアマチュアなんですね。アマチュアです。アマチュアアマチュアと言いますけど、でオルツって今年間に1万人ぐらい応募ありますけれども、また僕もいろんな方々と接させていただきますが、私たちの募集ですごいハイタレントに絞っていても、こんな感じです。で 99% がアマチュアですね。でそうでないと、皆さん感じる方は周りがプロ集団なのか、もしくは自身がアマチュアに漏れてしまっているのか、どちらかなと思います。でプロが多い組織って入った瞬間に分かりますよね。雰囲気が違うんでマジな集団だなって緊張感がありますけど、かつミスしたら潰されるみたいな雰囲気があると思いますけれども、僕はビジネスの世界でお金をもらってやっているという意味では、当たり前かなというふうに思ってます。ただ、今もう 99% 以上が日本アマチュアだと思ってるんで、かつですね、最近アマチュアがなんかプロっぽく本書いたりしちゃって出しちゃっているので本当にひどいなというふうに感じてます。なので根本の問題は
全体がボケてしまって緊張感がないんですよね。これが根本の問題だというふうに思っています。なのでその中で人的資本経営、人の価値の最大化、これちゃんちゃらおかしいですよね。ベースがなってないんで、プロの意識が足りなくて全体を構成しているアマチュアが 99% もいるのに人的資本経営をしてもまあ意味がないですよっていう話が前提にあります。で、まあ、見ていきたいと思うんですけれども、これが人的資本経営の As is to be ですよね。でこれ皆さんなんか多分もう見られてると思うんですけど、なんかどう思いますか？僕が見てパッと思ったのはですね、サッカーでも同じような戦略の違いがあるな、戦術の違いがあるなっていう印象が受けました。いわゆるトータルフットボールとそれを破壊してしまうメッシみたいな超人の出現かなというふうに思います。でそう思いましたとかそれは違うだろうって意見の方はぜひこの後飲みに行きたいなと思います。世界レベルのスポーツとビジネスを相照らして語るほどうまい酒の魚はないなと思っているので、はい、で話を戻すと、まあ、これを管理型と創造型と名付けるとしましょうと。でこれ言いたいことは両者に良さがあると思ってます。でそれぞれに強さがあって、片方によればいいっていう話ではなくて、人のタイプであったりとか業態によって変える戦術の違いなのかなというふうに思ってます。で結局重要なのはその質の高さなんですよね。言い換えるとプロ意識の高さだと思っています。なので本質的には、まあ、本質的に重要なのはこの区切りだと思ってます。前提にあるのはプロ意識がある前提でそのプレーをやっているかどうか、アマチュアがどっちのプレーをしてもほとんど価値がない、ね、で、まあ、ずっとなんかアマチュアアマチュアって言ってきましたけれども、どういう定義かというと、これは完全に僕の個人的意見なんですけれども、プロっていうのは自分の成果と結果に対して対価をもらっている。だから細部までこだわるし効率にこだわるし、その度に学び盗み研究する。成果と結果が出ていないのに対価をもらうことは逆に気持ち悪い、違和感を感じる。これがプロかなというふうに思います。でアマチュアっていうのは対価をもらって何々している。これ全然違うの分かりますよね。与えられた時間で頑張った、言われた通りやったっていうことですよね。よく僕例えで使うんですけれども、プロっていうのは置き換えて感じてほしいんですが、今自分が 100m 何秒で走れていて、世界のトップが何秒でどれだけ差があるから、こういうトレーニングをして何年で世界トップレベルに行くっていうのを常に把握したがるんです。アマチュアはしないです。ここが違いかなというふうに思ってます。ビジネスの領域でこれを皆さんやってるのかで、実際は日本こんな構造になってるかなっていうふうに思ってます。まあ、99% アマチュアですね。でこのプロっていう領域は業界ポジションや役割に問わず、まあ、本当に美しいと思ってます。で僕も会って話すと尊敬できますし、常に勝負の世界にいるんで、まあ、どう盗もうかと考えさせられます。でここはですね、まあ、残念ながらアマチュアの世界のアマチュアのレベルのまま起業したり独立したりする人も、まあ、当然いっぱいいますよね。ですが、まあ、チャンスはあるなと。なんでかというと周りにプロ集団がいる確率が高い。だから比較的その指摘を受けやすい位置にいる。でここが問題ですね。肝になってますけれども、この部分を日本は企業が守ってくることで増殖させてきてしまった。でこれが先ほど言った 99% の部分の大半を占めてます。でこの左の部分が増殖している状態では何も効かない。なのでやばいぞということですね。でこの肌感覚を証明する、まあ、客観的なデータはいくつかあるんで、まあ、少し見ていければというふうに思います。でこれ有名な調査ですけれども、ベイギャロップの熱意のある社員率調査ですね。これ皆さんご存知ですかね。 5% ですね。日本調査された145カ国中最下位、まあ、当然熱意がない。次はハーバードビジネスレビューからですけれども、縦軸が AI と共同するために新たなスキルを習得することが必要と感じる度合いで、要するに技術的ハングリー精神とも言えると思います。で 横軸が実際にスキル習得にアクションしているかということですね。見ていただいた通り、まあ、
結構グローバル全体がハングリー精神を持っていて、実際にスキル習得に動いている率は高いという右上に位置しています。で、日本はどこかというと、ここですね。ハングリー精神もなく全く動いてない、はい、当然焦りがないです。もう一つ見ますね。次は IMD の世界デジタル競争ランキングから2023年の総合ランキング出してます。で、アメリカ、オランダと来てきて、日本は32位ですね。で、かつこれ年々ランキングを落としておりまして指標別のデジタルテクノロジースキル分野ではなんと63カ国中63位を飾ってしまっております。はい、当然スキルも磨かない、熱意がない、焦りもない、なので当然スキルも磨かない。で、僕ら そのベンチャーであったりとかスタートアップっていうのは、ある程度プロ集団で形成してないと世界と勝てないですよね。なのに日本の市場がアマチュアを増殖させてしまったせいで、そもそも戦えるパイが小さいんですね。で、これはVC さんとか投資家さんにとっても本当に辛い状況だなというふうにかと思います。戦いづらくなってる、はい、99% アマチュアですと。で、これ念のためなんですけれども、僕は 100% プロである必要があるべき、 100% プロであるべきだと言ってるわけではなくて、例えば西海岸、シリコンバレーの強力な IT 企業たちも別に 100% プロなわけじゃ当然ないです。ただ無形資産、人材への投資をやってきたトラックレコードとその果実、成功体験を知ってるから相対的に多いと。で、ここがおそらく僕はニッパチなんだろうなというふうに思ってます。結構皆さんというか僕の周りでもニッパチニッパチってみんな分かったようにこういろいろ喋ってるのを聞くんですけれども、多分2の捉え方の基準を間違ってるかなと。日本そもそも 1% しかいないんで。で、ちょっと話が雑談になりますけれども、去年の10月にですね、社長と僕で急に六本木のスタバに朝8時にニューヨークの VC に呼ばれて話していて、で、座って話していたら、あなたたちは US にいたら2ビリオンドル、要するに3000億円の企業価値がつくのに、なんで六本木のカフェに座ってんだと言われて怒られたので、その同じ月にですね、2週間シリコンバレーに滞在して、やたらめったらプレイヤーさん、 AI プレイヤーさんたちとか VC と会ってきましたけれども、その時聞いた面白い話で、パロアルトネットワークスっていう今時価総額 15兆円ぐらいの時価総額の会社が、スタートアップフェーズで苦戦していた時に、セコイアキャピタルが1人COO を引っ張って、役員陣の反対を押し切って入れたみたいなんですね。で、そこからクォーターごとに売上の売買ゲームが始まった。要するにプロフェッショナルの人材の、絶対量が多いですよね。西海岸のテック企業の人たちも、ほとんどは大したことないと思ってますけれども、ただ 20% プロがいるんですよね。で、比率でいうと 1% と 20% だと20倍違うんで、1対4か1対99かっていう比率ですよね。5人いて1人プロがいるのと、100人いて20人プロがいる集団と、100人いて1人プロがいる集団とでは全然プロがプレーしやすい環境が変わってくるんで、全く違う環境だなというふうに思ってます。で、これどう解決すべきなのかっていうところですね。これどう解決すべきなのかっていうのは、やはりここになってくるかなというふうに思います。人類の進化も常にそうであったように、新しい技術を活用して取り込んで自分のものにしていくということが必須なんだろうなと。で、先ほども触れましたけれども、企業が従業員を持ってきすぎたせいで焦りがないんですよね。テクノロジーを使わない、 AI の、脅威、これは悪い意味ではないですけれども、共同可能性が浸透していない。で、 AI との共同を考えないとか、生成 AI をどう活用させるかっていうことを真剣に検討していないっていう状態があるかなと思います。なので検討すべきですというところです。どうするようにするかっていうと、こんな感じですよね。ニュアンス伝わりますかね。こんな感じです。で、ここでいう真剣な手こ入れっていうのは、プロ経営層であったり部長レイヤーさんであったり、皆さんの中のプロが意図を持って設計しないといけないです。アマチュア軍から画期的なアイデアは出てこないんで、
そうではなくて、どうテクノロジーを取り入れさせることで、そのアマチュアの枠から、出る人を増加させるかっていうのを皆さんが考えないといけない。最近数ヶ月前に某メガメガバンク の DX ヘッドが何でしたっけね、チャット GPT があったら何ができますかみたいなのを全社員からアンケート取って、いろいろ DX に向けて頑張ってますみたいなことを言ってて、僕その場でそれは意味ないですよって言ったんですけど、その人聡明な方だったんで、すごい理解してくれましたが、要するにですね、99% のアマチュアを大事にしているふりをしてボトムアップして責任逃れするのはやめましょうっていう話ですね。トップダウンで設計する責任が皆さんにはあるのをやってるかということで、はい、であくまで目指しているのはですね、 AI がアマチュアの業務を代替してプロ側に染み出す層を増やすことで、全体として労働生産人口を増やすことです。でこの状態から逆算した動きを取ってほしい。なのでオルツっていうのは直近こんな発表させてもらっていてですね、労働人口も AI で増やしていこうという取り組みと、その人口の目標も出してますし、社長も西山さんも言ってましたけれども、すでにその社員の苦労に給与も払い出してます、こういった取り組みをしてますというところですね。で、ちょっとここで簡単に事例なんですけれども、昨年 のカンファレンス以降ですね、少なくない企業がオルツのこの PAI の思想をもとに、とテクノロジーをもとにですね、戦略を仕込んでくれています。例えば不動産仲介のアットホームさんは得意とするフェイストゥフェイスの営業スタイルを AI がサポートすることで、加盟不動産店に対してより効率的効果的なカスタマーサクセスを提供することを目指してますし、オルツとしては営業のクローン AI を進化させれば、さらに面白いことになるというふうに思っているので、このアットホームさんの取り組みを全面的に支援させていただいておりますし、あともう一つ事例としては西日本の鉄道の U である近畿日本鉄道さんは、大企業として属人化している業務のクローン構築に向けた取り組みを開始しておりまして、足元各種情報を学習した、AI クローンをすでに、構築させてもらっています。はい、ちょっと簡単な事例でしたけれども、ただここまでアマチュア 99% って言ってるチャレンジだらけの日本ですけれども、これご存知の通り2000年以降 の GDP ランキング抜粋してます。で皆さんもすぐ分かる通りですね、日本はここですね、下降トレンドにあるとはいえですね、完全に世界トップレベルです。でちょっと僕の好きなサッカーに寄せますが、FIFA のサッカーランキング並べてみるとですね、ちょっとスポーツなんで乱高下ありますが、日本と同じようなトレンドの国ありますよね。世界トップレベルを維持してます。はい、これどこの国か分かりますか。はい、これも予想の通りですね、ブラジルです。サッカーの王国のブラジルぐらい、ブラジルの国民ぐらい、ビジネスの世界で日本を誇るべきだと僕は思っています。で現状の課題を直視しつつも、誇りは捨てちゃダメだというふうに思ってます。でそのプライド皆さんありますか。持ってるのはこれをこの時代を作ってきた先人たちだけになってないですかね。プライドは持つべきで、じゃないと勝てないですよね。で先ほどの話で言うと、すごい救いとしては、このさっき説明した左下にあるアマチュア軍のレベルって世界的に相対的にめちゃくちゃ高いんです、日本って。なので耐えてる。だけど戦うプロを増やさないと今後勝てない。でそれは私を含め皆さんの責任だろうというふうに思ってます。でこの最後になりますけれども、失われた30年っていう言葉、これ大嫌いなんですけど、もう完全に負けに入ってるじゃないですか。大嫌いですね。でいろんな企業と話してますけれども、クオリティの高いオペレーションが積み上げたデータっていうのは AI を育てるデータとして有効で、日本企業は世界的に見てもその宝庫だというふうに、いろんな企業と話していて感じてます。でそのデータをもとに AI を作り上げる構造化や設計はオルツに任せてくださいという話なんですけれども、私たちの真骨頂なんで、なのでチャンス
はあります。実は AI を賢くできるデータを積み上げた30年ということに言えるんじゃないかなと。なので失われた30年ではなく、積み上げた30年にしましょう。これだけの人がここに集まっているのであれば、明日からの歩幅を変えることで景色は変えられるのではないかなというふうに思っております。はい、私からの、AI と見出す人的資本経営の可能性のプレゼンでした。AI に連続していく運命の非創造的な人ではなくて、 AI を取り込み活用する人が増えるような変革をオルツと一緒に起こしていってもらえると非常にありがたいなというふうに思っております。私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、生成 AI の次と題しまして、先ほどプレゼンテーションを行った弊社西村に加えまして、ゲストをお招きしてのディスカッションを行ってまいります。ゲストの方をご紹介します。オルツ顧問生島貴弘様。世界で初めての AI 専門大学院大学、アブダビ MBZUAI 教授兼東北大学大学院情報科学研究科教授、乾健太郎様。進行は弊社西村でございます。はい、西村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう始めちゃって大丈夫ですかね。はい、よろしくお願いします。どうも。ですね、今日のテーマが、生成 AI の次というテーマで、まあ、ちょっとここはおなじみのメンバーかもしれないですけど今日は、乾先生にお越しいただいて、著作人でディスカッションできればなと思いますけれども、はい、そうですね、テーマで生成 AI の次って、先ほどちょっと生成 AI のお話私からもしたんですけど、結構言葉の意味としても広いので、まあ、まずはあまり先入観なく、生成 AI の次って言われた時にどんな思いを持っているかをもう、率直に聞いていきたいと思いますけれども、じゃあ、順番的にはどうですかね。乾先生からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは。生成 AI の次ということですけれども、まあ、生成 AI の次を語るには、生成 AI の境界というか、生成 AI が、まあ、そもそも何がどこまでできそうで、あるいは原理的にできそうにないのかということをはっきりさせないといけないわけですけれども、これはなかなか難しいお話であります。いろんなパフォーマンスですね、生成 AI のモデルのパフォーマンス、今日もいろいろご紹介がありましたけれども、振る舞いについては、まあ、本当にいろいろ調べられてますし、それからアプリケーションもどんどん増えていると。ですが、どういう原理で、この生成 AI が何ができていて、中の仕組みですね、内部の仕組みについては、まあ、ほとんどまだ分かっていないと、分かっていることは本当に少ないです。そうなりますと、その、生成 AI のこの境界ですね、境界は実は我々が思っている以上に幅広くてグレーで、ぼんやりをとしています。そこには、例えば世界モデルとか、世界モデルの中にモデルが持ってるかとかですね、それから今日の身体性のお話もありますし、あるいはメタ認知とか、そういうさまざまなですね、話が あります。それがどこまでできているかということをがまだまだ分からなければいけないし、それの理解を進めていくことによって、こうした議論もう少し深められるのかなと思います。また必要でしたらそこに戻ってきたいと思います。はい、
そうですね、協会、生成 AI の協会って多分皆さん今日生成 AI の次ってもう生成 AI ってもうすぐ終わって何かもう完了して次のものが来るみたいな感じでもしかしたら聞きに来られてるかもしれないですけど、まだ生成 AI はまだどこまでが生成 AI かが分からないというご意見でしたけれども、じゃあこれもあまり先入観なく生島先生のご意見お聞きしたいと思います。はい、私もですねやっぱり第3次 AI ブームがスタートしてディープラーニングが来てですね、皆さんその前にちょっとあったシンギュラリティという、まあ、目標西村さんも話してましたけど、そういう大きな流れの中で、本当に今回の生成 AI LLM が1年半で、もっと実現現実化した、ディープラーニングもすごかったけどこの1年10年経つと想定しちゃったと。じゃあこれでいくとやっぱりシミュラリティの言うように、じゃあ3年後はひょっとしたら今日の西村さんの話もありましたけれども自我が創発するんじゃないかとかですね、いろいろ出てくるわけですね。でそういうのを昔から汎用人工知能 AGI と言ってましたけど、それがまあ Gen AI とかという話と、まあ、ネーミングがちょっと変わりながら進んできている。でそういうところの問題で、まあ、去年 の、まあ、理論物理の先生との話した内容をくっつけますとですね、私としては目標をもうちょっと分かりやすくすると、人間のクリエイティビティの最高峰って何かって考えたらやっぱりフィールズ賞じゃないか、数学じゃないか、ノーベル賞よりはフィールズ賞で、理論物理学も90年代からノーベル賞は現実的なものがないと生きてる間で取れないので、フィールズ賞でしかノーベル理論物理学賞は取れなくなってきてるんで、そう考えると私の定義はシングラリティは、フィールズ賞を AI が取った時と思います。ただその時を考えた時にこの生成 AI もどうなるかという話で、ちょっと技術的な話で言えば多分今進んでいるのは学習データの最適化ですよね。いいデータを食べさせないと人間もバカになりますよね。いい遺伝子持ってても教育環境が悪ければダメで、多分そっちの方に話が進んでいっているかいうか、今ものすごいそれが競争になっていると、多分だから大津さんもその流れになると思います。はい、先ほど のスケーリング則の話もありましたけど、まあ、データ増やしていくだけじゃみたいなところにもまあちょっと到達していけるところもあるので、はい、そうですね、ちょっとまあかぶせてお聞きしたいのがこれあれですね、乾先生に対してですけど、先ほど その生成 AI の境界がまあ曖昧だと、まだ分からないっていうところなんですけど、これもしその生成 AI の その境界って見出すべきものですかね。これは知らずに進んでいいものなのか、ちゃんと境界を見出した方がいい、上げた方がいいのかってどう思いますか。難しい問題です ね両方の意見があると思います。ただ今、結構振る舞いとしては知的に見える、少なくとも知的に見える振る舞いをするような技術ができてきたときに、それがどういう仕組みで、できているのかと、それが実現しているのかということの理解なしに、その精緻な応用を考えていくというのはやっぱり難しいんじゃないかなと、いうふうに思います。というのも、そのモデルがどういうふうに振る舞っていくのかということがやっぱり予想がつかない、中の理屈がわからないと予想がつかないと。それはこれからPAI の話もありましたけれども、そこで非常に重要になってくるのは技術を信頼できるかということだと思いますけれども、その信頼の根幹はやはり技術の根本的なところがきちっと分かっているかどうかと、いうことではないかと思います。でそこはまだまだ本当に分かってない、本当に不思議なことですね。よく分かってないんですけれども、でも結構賢い振る舞いをするという、そういうまあなんか不思議な生物がポコッと出てきましたと。そうするとこの今度はそこをきちっと理解をするということを進めていく。それは例えば脳科学で言いましたら、脳科学の学者からすると我々は中身が分かってないのでブラックボックスだと言ってるんですけれども、それをグラスボックスだというふうに言うわけですね。つまり中身その中でどういうことになってるかっていうのは全部計算で分かってるじゃないかと。
ということはそこを分かっていくそのヒントというのはたくさんあると思いますし、そういう研究をこれからもしていく必要があるというふうに思っています。直近次にそこに向かってやらなければいけないことって、直近だと何になりますかね。私はキーワードとしては先ほどちょっと申し上げた世界モデルということだと思います。我々が世界を何か人の言っていることを理解する、物語を理解する、その中には例えば酒を飲みすぎると二日酔いになるとかですね、そういうこう世界に関するいろんな知識を持っていて、その知識を使いながら予測をしながらこう相手の言っていることを理解しているわけですね。そうしたその世界に関するモデルが今の生成 AI の中にどれぐらいできているのか、どういう形で中に記憶されているのか、本当にどこまでできているのかとしたことをですね、きっちり理解していくということが重要だと思っています。そこには身体性は必要だと思われますか。これもまた難しい問題だと思いますけれども、身体性は非常に重要で、先ほども ご紹介ありましたようにものすごく重要な話だと思います。それは一つのブレイクスルーになると思います。ただ今は例えば言語の記号だけからですね、かなりのことを学習できていているわけです。そうすると身体性が必要だというふうに以前は素朴に思っていたことがですね、そのうちの一部は結構記号の世界だけで、言語の世界だけでできていることになるわけですね。そうすると身体性に必要だったと思ってたグラウンディング、シンボルがグラウンディング、世界に設置するということなんですけども、それの設置のレベルもですね、いろんなレイヤーが本当はあるんだということが今研究のフロンティアで議論されてきております。つまり我々が世界を理解する、あるいは言語を理解するということの理解ということの意味に関して、我々はさらにそれの理解が少しずつ深まっているということでありまして、最終的には人を知るというところにだんだんつながっていくのかなと、非常に面白い話だと思ってます。なるほど。じゃあいやですね、生島先生にお聞きしたいのは、先ほどのじゃあフィールズ賞をAI が取りに行こうってなった場合にこれ直近、まずワンステップワンとしてやることって今何があると思いますか。はい、そうですね、ちょっと全脳アーキテクチャ的な方向からいくと、やっぱり脳の構造の海馬がだいぶ分かってきている、それと新皮質に記憶を保持する仕組みがだいぶ分かってきている、利根川さんとかも有名な人が盛んに研究している、それが見えてくるとそこでの、モデルもできるので、より効率のいい記憶の蓄積の方法があると。そうするとコスパが良くなる、 AI における LLM の限界はものすごい、エネルギーを使っているので、あれをなんとか人間レベルにしたいというところで、私も一回考えたのは、例えばアインシュタインが特殊相対論から一般相対論に行く前に10年かかってんだけど、8時間、考えたして30ワットかける8時間でできるわけですよ。だからそこを今後は目指さないといけないので、学習データも必要ですし、非常に脳というのは効率のいい記憶回路を作ってるし、その前の去年も言いましたけど、私がいつも使うポアンカレの科学と方法で書いてる数学的審美眼、これを作っていったらクリエイティビティに飛んでいけると。でこれは誰しもある程度持ってるはずなんで、それがパーソナルエージェントの個性としても入るような気がしてて、ちょっと発散しましたけど、そんな感じで思ってます。ズバリフィールズ賞 AI はいつ頃取れそうですかね。いやだから僕は45年と思ってるんだけど、いや45年に取れると思ってるんだけど、これひょっとしたら前倒しになるんじゃないかなという気がしてて、多分学習データをもう物理の教科書でも非常に分かりやすいように、人間が分かりやすいようにマスターするように、100年かけて、圧縮してますから、そういうデータを食わしていってどういう反応になるかはもうきっとディープマインドなんて絶対やってるはずで、至る所の研究者がやってる、そこがひょっとしたら LM と同じように、あれ半年後だったらピュッと出たよとなったら、それにもうフューションを取ってる人が使ってますからね。でシンボリズムの流れと合体するとどうなるかというのは、ちょっとよくわからない恐ろしい、わからないですが、2045年ぐらいにはできるんじゃないかと、だから、いや、45年
だけどもうもはや35年が我々汎用人工知能の遅い方でシングレティサロンの方は29年とか言ってるからもっと早くなるかもしれないし、ご新年課題があの去年の論文ではもう解決、チャット GPT 読んで解決したと聞くとまさにワールドモデルの方にもうあのずっと来ちゃうので、これが読めないというか、ね、LLM に出るとは思わなかったわけじゃないですか。彼らもまさかこんな性能があると思ってなかったわけで、出てきたものです、だから作った人間が踊るっていうような感じになるんではないかなと思ってます。ありがとうございます。はいはい、またこう時間がね結構短い時間で我々話しているんで、ちょっとじゃあ最後にあの一言ずつじゃないですけど1分ぐらいずつあの時間あると思うんで、まあちょっと短いテーマでしたですけど、まあ短いけど大きいテーマでしたけど、生成 AI、まあ、今後ですね、まあもっと発展していくために何か、最後にコメントが、あれば、一人ずつちょっと乾先生からお願いできればと思います。はい、まとめるの難しいですけれども、あの我々ずっと AI あのある自然言語処理のことをやってきて、あの今すごく面白い時代に入ってきていると思ってます。それはあの本当に技術を作りながらあの人が分かる方向に本当に進めるようになってきているところが、あの人というのも分かるというのもものすごくいろんなレイヤーがありますけれども、あの人の根幹である考える思考言語、こうしたことがの仕組みが分かる脳科学でもなかなかまだまだ分かっていない、それを作ることを通じてあの理解する、あのこういうのをあの構成論的なアプローチというふうに言いますけれども、まあそうしたことがあの今の生成 AI を通じてですね、あの進められる可能性が出てきたなというふうに思います。あの私自身もそうした方向にですね、あのさまざまあのいろんな方々とですね一緒にやっていければなと思っております。ぜひ弊社もやっていかなければいけないことなので、ぜひご一緒にやっていければと思います。はい、じゃあ最後生島先生、はい、はい、あのところがあれば、あの乾先生の続きということで、具体的に言えばやはり、カネマンも象徴的に言ってるファスト思考とスロー思考ですよね。で、あのそこが今盛んに言われている AI 倫理と AI アライメント、それから AI セーフティーの話もつながっていて、ファスト思考が感情とかそれから、倫理観を、持ってすぐ反応するわけですよね。でだから義憤とか起こるわけじゃないですか、こんなことやっちゃいけないとか、それはファスト思考でいくんで、それはスロー思考で十分に環境とともに学習したところによってそういうのができるわけで、それがうまくこうなんかあの切れているところがあって、まあ当然連続ではあるんですけど大きく違うように見える。だからその仕組みが僕は今一番興味があって、でだから逆に人間がなんで倫理観ができているのか、でもう本当にイデオロギーから言えばものすごい多様な多様性を持ってきているので、それがあの多分イデオロギーに引っかかるとみんなあのファスト思考に走っちゃうんで喧嘩になりますよねこういうところの仕組みが我々から学べるんじゃないか、で AI の方がそうなりそうになった時にどう抑止するかっていうのがやっぱり近々なんで、今日も国際会議やってるみたいですよ、 AI セーフティーの。はい、以上です。はい、ありがとうございます。これ多分無限に話せるテーマな気がしてますので、まあ、ちょっとまだまだ話したいんですけれども、はい、ちょっと続きあのまたあのこの後あの懇親会の後お願いしますという形でよろしくお願いします。はい、今日の、パネルディスカッションについてはここまでにしたいと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてディスカッションを終了します。生島様、乾様、ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。DX コンサルタントプリンシパル兼事業開発マネージャー小村純喜より日本の DX の病と治癒と題しましてプレゼンテーションを行わせていただきます。はい、お待たせいたしました。それでは小村さん、よろしくお願いします。
オルツの小村です。よろしくお願いします。ここではですね、日本 DX の病と治療と題してですね、前半は先ほどの日置のようにちょっとネガティブな話が出てくるかもしれないですけど、後半ポジティブな話になるのでご安心ください。それではですね、ちょっと始めさせていただきます。でオルツとしては今までですね、AI 議事録などのプロダクトを通じてですね、いろんな価値提供してきた中で、今プロジェクトという形で新しい価値を提供できるような状態になってきましたので、その話も合わせてさせていただきます。よろしくお願いします。でまずですね、日本 DX の病っていう部分について、企業と人の視点で考えていきます。でまずは企業の視点です。でここでですね、されている縦軸横軸で 1.0 っていうキーワードが出てきていると思いますけれども、でプロットされているのはですね、今回ご参加いただいている方々の企業の業種になっていますと。でこちらの 1.0 っていうのが何なのかっていう式位置の部分ですね、これ縦軸になってくるんですけれども、いわゆる PBR っていう部分ですね、重資産を企業価値って考えてときに、どのぐらい企業価値が高いのかっていうところで、でここではですね、1.0 未満についてちょっと強く考えていきたいんですけれども、いわゆるポジティブに言うと伸びしろがある、でネガティブに言うと解散価値の方がですね、事業の継続価値より高いっていうがPBR 1.0 の、1.0 未満の話になりますと。でここは日本企業の話にはなってくるんですけれども、今ですね、プライム市場、スタンダード市場、約3000社ある中でですね、日本の主要銘柄っていうのは PBR 1.0 未満が今半数以上を占めているというような状態になってます。で一方でですね、これらのですね、今回推しになっている、NVIDIA さんであったりとか Apple さんといったですね、米の主要銘柄 S&P500 から取ってますけれども、95% 以上が PBR 1.0 以上っていうところで、グローバル競争力の観点で日本企業っていうのはまず課題があるのかっていうのが縦軸の話ですと。で横軸に関しては今回 DXAI アセスメントとして送らせていただいた中の、課題認識数の部分で、で基本的にですね、Google さんなども話をしているとですね、自分たち の事業価値っていうのが今後なくなるんではないかっていうちょっと危機感みたいな部分が強い中、日本企業に関してはですね、DXA の危機感っていうのが少ないのかなという印象です。でここでですね、ちょっと病の、2025年の崖っていうキーワードからちょっと話をさせていただきます。で2012年頃からですね、2025年の崖っていうもので、基幹システムがIT の技術の進化に伴ってですね、かなり老年化懸念している状態で、早く刷新しないと競争力を生み出せないっていうのがですね、2025年の崖の状態でして、でこれらですね、いろんなアプローチ考えてですね、やっていた上でですね、日本のレガシーシステムっていうのはもう競争源泉というのはその中に組み込まれていてですね、ちょっとそういった調査結果があったというところで、これが2022年になったらどうなったかというちょっと話をちょっと右側で図を見ていただいて見ていただければなと思います。で2012年時点では平均のですね、レガシーシステムの老朽化って 14.6 年といってですね、かなりそれ自体が問題になっているんですけれども、もう答えとして平均20年以上になっていった形 で 60% 程度の企業というのがですね、20年以上のですね、老朽化しているシステムを使っているということで、日本 DX の答えっていう意味では、レガシーシステムベースでですね、局所処置の DX になっていたっていうのが今回のちょっと企業の調査から分かった形になります。でここから分かってきた部分としましては、国際競争力、先ほど IMD の話もありましたけれども、32位っていうですね、日本がある中 で特にですね、DX への危機感のなさ、局所処置の DX っていうところで、IMD のですね、32位っていう中の、サブ因子というものがあって、ビジネスの、俊敏性、現在の業務をですね、大きく変えていくかっていう部分が、56位っていう、さらに下げている要因になっているんですが、企業ではちょっとこういった病があるのかなというのがありますと。でここからはちょっと人の病について話をさせていただきます。
でここはもう背景の部分からちょっと話させていただければと思うんですけれども、あの人のですね、まあ、人類史って400万年以上ある中で、やはり書きと言葉って、まあ、開発されたのがですね、まあ、約5000年前で、まあ、比較的人類史の中から最近になっているという中で、まあ、訓練で得られる人間の最も独特なスキルって何なのかって考えたとき、まあ、読み書きなのかなという部分ですね。でここからちょっと読むことと書くことをちょっと別でですね、ちょっと話させていただければと思いますけれども、まあ人間にとって、まあ読むことっていうのはですね、まあ訓練すれば習慣化されて、まあ脳が自動で処理する、いわゆる脳は疲れないようなものですと。左側のまあ文章ですね、まあ考えなくても読んでしまう、自動的に処理してしまうっていうのが左側ですと。で右側に関してはこれルーン語で書いてるんですけど、全く同じこと書いてあるんですけれども、やはり訓練しないとわからないっていうところで、まあ脳は疲れないのがまあ読むことになりますと。で一方で、まあ、書くことに関しては意識的にですね、脳を集中して、やる必要があって、まあ、努力を要す工程で脳は疲れる、いわゆる創造性、思考判断、行動の抑制、応用といった部分に関しては前頭前皮質が活性化して、まあ、ここは新しく何かを書くことっていうことで、何かを何て言うんですか、漢字を真似るとかそういうことではなくて、書くことに関しては脳は疲れるっていうちょっと前提がある中で、生成 AI に踏み込んで話をしていきます。で病についてですけれども、2022年の11月の、まあ、チャット GPT による着火で生成 AI ブームが到来しましたという中で、まあ、チャット GPT、 人間が書いて、機械が書いて答える、回答を読めるっていうところに、まあ、世界が熱狂したのではないかという話ですと。でこれをちょっと紐解いておくとですね、実は、まあ、日本が過剰に熱狂していたっていうちょっとファクトのデータがありまして、ここがオープン AI のトラフィック量っていうところのデータで、まあ、チャット GPT の利用者に近い形なんですけど、国民1万人あたりの利用数っていうのを見ていった場合に、本国であるアメリカであったりとかよりもですね、日本がまあ圧倒的にまあ使っていたっていうような実績があります。でこれで浮かび上がってくる部分としましてはですね、先ほど乾先生からもですね、まあ、中身を理解しない中で評価するという話があったと思いますけれども、先ほどの、まあ、読むことで関して評価をするという部分はかなり表面的な部分 で書くことへの期待っていうのもまあ強い中で、いわゆるなんか努力を要する工程、想像力を発揮するような工程への代替を期待しているのではないかという部分であったりとか、まあ、中身を知らずにまあ評価をしているという部分で、まあ、生成 AI へのなんていうんですか、表面的なまあ期待というのが浮き彫りになってきたのが人の話になってくるのかなと思いますと。でここでまあ少し別の話させていただきますけれども、まあ、弊社としてはですね、言語モデル、独自の言語モデル開発しているものもあってですね、まあ、ハルシネーションスコアの計測アプリというものを、まあ、リリース予定ですので、さまざまな言語モデルでまあ比較する際ですね、こういったものを使っていただければなというのもありまして、人ではなく、まあ、LLM がまあ判断するというようなものにはなりますけれども、こういった工程っていうのは、まあ、いいツールを使ってですね、効率化していくっていうのも必要になるのかなと思います。で話を戻しますけれども、まあ、人と、企業という形で、まあ、より密接な関連性があるような、病がまあ並んでいますけれども、いわゆる日本の DX ってまあどうなっているかっていう状態は、いわゆる対処療法になるのかなっていう部分ですと。変革対象はまあ既存の IT 資産であったり業務という部分で、変革方法についてはいわゆる局所型で、 AI と人との関わり方という部分ではかなり間接的な関わり方をした上で、まあ対処療法の DX っていうのが常態化しているのが今の日本の状態なのかなと思いますと。でここからが、まあ、オルツのソリューションの話になりますけど、原因療法という部分で、PAI、まあ、デジタルクローンを前提にしたですね、 AI 化によって、まあ、働き方、ビジネスの在り方を変えていくような部分ですね。もう変革対象はもう人そのもので、浸透型っていうのはもう脳の中に AI をまあすり込んでいく、
あとは各人にですねデジタルクローンとの伴走支援っていうのを常態化していく、あとは AI との関わり方はまあより密接的直接的にやっていく、こういったソリューションをちょっとオルツは提供可能になりますので、まあ治療の話この後させていただければなと思います。でオルツが提供可能な AIDX ソリューションですね、どういったものがあるかという話をさせていただきます。まあ、こちら、まあ、いくつかコンテンツありますけれども、まあ、左上の社員 AI 化という部分ですね、今回は抜粋してお話しできればなと思います。2日前にメールを送らせていただきましたけれども、 DXAI アセスメント答えていただければこれらの概要ダウンロード可能ですので、もしよろしければそちらもお願いします。で社員の AI 化という部分でまず共通に関する部分をですね、左側のデジタルクローンの優位性という部分で説明させていただきます。まずクローンの特徴としては、まあ、人間に比べてもちろん各国の言語対応得意というものもありますし、一気に大量のインプットができる、あとは個性が可変であるので、まあ、たとえ本人がですねフレンドリーにやりたいときにですねデジタルクローンはビジネスライクにできたりとか、あとは時間場所制約がないというところで24時間365日対応可能、あとは肉体精神的に疲れないという部分で、そういったところでですね、まあ、いろんな用途がイメージできるのかなと思います。ただし社員 AI 化の本質としては各個人がクローンを伴走支援で活用して人間が独自価値を発揮するという部分だと思いますので、自身のデータをもとにクローンを生成して活用していくということは、いわゆるどんなデータを学習されればどんなふうに解釈されてクローンが動いていくかっていうのが、まあ、身をもって分かる形にはなるので、それらをですね独自用途化を進めていくことで、まあ、人間だけの本質業務ややり取りに集中させるといった、まあ、そういったソリューションにつながるのかなと考えています。ここからちょっと一部例にして話をさせていただきます。クローンによる交流という部分ですね、これ私のデジタルクローンになりますけれども、当たり前ですけど私の役割であったりとか、まあ、他己紹介、まあ、チームの方についてどう思っているかっていう部分の挨拶の部分は、まあ、社員はですね確認することできますし、あとは相談面、まあ、各国のグローバルな社員とですね、まあ、やり取りをしていたりとかっていう部分をですねクローンに代替させていくことができます。まあ、続いて本人私自身が使っていくような場合の例ですけれども、まあ、会議の補助をですね、まあ、社員 AI 化の講義みたいなことをする場合にですねクローンに支援してもらうという部分であったりとか、あとは文案の部分ですね、チャット GPT と違うのは個人のですね情報があるので、私の署名であったりとか普段やっている業務っていうのを学んでいるので、それをもってミーティングの調整等をするっていうところでクローンによる支援が得られているという状態になります。あとはオルツのですねいわゆるサービス会社概要であったりとか、あとはプロダクトに関するようなものですね学んでいけば、本人独自の意見としてですね、まあ、左側であったらソリューションのポートフォリオを示してその中身をですねお客さんが見ていただくであったりとか、 AI 技術力のデモみたいなものをクローンを起点に実施する、そういったことが、まあ、すでに実現できているようなことになります。でその先になりますけれども、先ほど西村さんから話ありましたけれども、まあ、自立性であったり能動性を持たせていくっていうところで、これ今、まあ、ちらちら動いているのこれ私が撮ったものではなくて私のクローンが動いてますっていうもので、例えば、まあ、クローンによる傾聴、まあ、DX に関する、まあ、課題っていうのをですねお客さんから聞いていくっていうような能動性を持たせたですね傾聴であったりとか、あとはウェビナーセミナーといったものもクローンに任せて、人間だとですね制約があるんですけれども、クローンに任せてしまえば、まあ、何千体のクローンっていうのをですねウェビナーなどができるっていう部分、あとはもうすでに社長やってますけれども面談面接みたいな部分であったりとか、ゆくゆくはクローンの推奨によってですね、まあ、意思決定ができるというような、まあ、そんな発展があるのかなというところで、まあ、弊社のソリューションとはこういった活動につながっていくものになりますと。で実際にですね
弊社、100人デジタルクローンも作っていますけれども、1ヶ月目のもう段階でですね、モニタリングしたときに、社長のクローン166時間働いてますっていう中で、私のクローンは76時間ですね、月働いているような状態で、ただクローンの本質価値っていうのはもうこの先にあって、いわゆる人間が1ヶ月に働く時間って160時間とかだとは思いますけど、これが何千時間とか何万時間にも行く可能性があるのがデジタルクローンの世界なのかなという形になります。で、オルツがクローンで目指す世界ですね、もうすでにですね、労働生産を創出している段階になりますが、クローンによる業務代替支援が定常化していくっていうのがもう来年ぐらいまでですね。で、2030年に関してはですね、もう人でなくてですね、デジタルクローンを派遣して、お金をクローンが稼ぐみたいな、そういったのが当たり前になっていくところを、やっていきたいと思ってます。で、2040年になったら日本は超高齢化社会になりますけれども、今のコアとなるですね、労働生産というのが後期高齢者になっていく中で、その不足分をクローンが補完していく、逆にコアになる人のクローンを作ってしまえば、未来永劫に労働生産を残すとか、そういった部分につながっていくのが、オルツが目指している世界の、一端である形になります。で、実際にですね、どんなクローンが実現できるかっていうものをですね、書いているのはここで、より自律的に能動的に、ポロックなどの話にありますけれども、今後、2025年までにはですね、あえるバイヤー、簡単な購買であったりとか、営業活動みたいな部分をもクローンが代替していく、あとは情報を確認する、インタビュアーみたいな部分を確認やっていく、あとは私の職が変わるかもしれないですけれども、 AI コンサルタントみたいな部分ももうクローンでいいんではないかっていう時代があって、さらにその先っていうのは CEO、 コマンダー、あとはプレジデントジャッジといった部分ですね、オルツがもう見据えるデジタルクローンというのは未来このような形で描いています。で、最後に結びになりますけれども、パワーワード並んでいますけれども、面白いことやりましょうっていう話と、やってみらはれ、見とくんなはれですね、経営者の方がですね、やってほしいっていうのは当たり前ですけれども、見ていてくださいよ、私やりますからっていう、そういった精神も重要かなと思いますと。で、一番右側、事業はロマンってありますが、ちょっと私アパホテルに泊まっていて置いてあった本から抜粋しましたけれども、ロマンであるっていう、こういったところですね。いわゆる実際プロジェクトをやっていくなら、面白さ、やりがい、ロマンみたいな部分をですね、オルツと共にやっていければなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、AI ソリューションズ事業部部長、浅井克也より、クローンビジネスの始まりと題しまして、プレゼンテーションを行わせていただきます。それでは、よろしくお願いします。オルツ AI ソリューションズ部長の浅井です。本日はですね、クローンビジネスの始まりをテーマに、クライアントビジネスを成功させるための革新的な取り組み事例をご紹介いたします。まずは自己紹介させていただきます。私はですね、過去100件以上の受託開発や共同開発、 POC、 アライアンス戦略などを担当し、弊社の技術力を生かしたクローン AI 開発サービスを提供してまいりました。弊社が開発に携わった企業様の一部を掲載しております。さまざまな業界や業種においてクローン AI のビジネス活用や新規事業開発に取り組んでまいります。本日はですね、当社のクローン AI 事業開発の実績を3つご紹介いたします。すでにローンチ済みのサービス、現在開発中のサービスをそれぞれご紹介いたします。これらの事例は皆様のユースケースとして具体的に参考になるものです。はじめに東京書籍様との取り組み事例です。共同開発中の AI 学習アシスタントは、専門知識と個性を持ったクローン AI 先生により、全国約1213万人の小中高の学生を対象に
個々の生徒に最適化された個別指導の AI 学習サービスを提供いたします。 AI 学習アシスタントは教科書の知識を学習した LLM と教師の個性を融合し、生徒が自身の好みや学習目標に合わせて AI 先生を選択することができます。これにより生徒一人一人の学習レベルに寄り添った学習指導を実現いたします。クローン AI がですね、教育ビジネスにもたらすインパクトですが、従来の個別指導塾の1科目あたりの月額授業料が約1万5000円から3万円の相場にあるのに対して、 AI 学習アシスタントの月額授業料を1万円とした場合、その市場規模は MRR で1213億円の市場インパクトを生み出すことが可能となります。ここで東京書籍様のインタビュー動画をご覧ください。東京書籍株式会社万博バーチャルアカデミー推進室の東と申します。当社は1909年の創業以来、日本の教育の根幹である教科書を授業の柱として成長してまいりました。教育制度の改革や教育メディアの多様化、障害学習といった教育の概念そのものが拡大していく中、活字分野から映像ソフト開発、評価事業、ウェブ配信サービスなどへと事業領域を拡大し、時代の変化に即応した活動をしております。個別最適な学習を支援する AI 学習アシスタントの開発を進めております。 AI 学習アシスタントはオルツ様開発の LHTM2 を活用したコミュニケーション型のアプリケーションで、 AI が学習内容を提示しながら学習者をリードしていく、 AI が学習者一人一人の教師のような存在となるサービスを目指しています。AI に関する実績、知見をお持ちであるということはもちろんのことですが、 AI を単なる機械やプログラムとして捉えるのではなく、個性を持たせてパートナーにしていこうというビジョンを描いていることです。そしてオルツ様の掲げるパーソナライゼーションやカスタマイゼーションは、当社が目指す新しい教育サービスとも方向性が一致していると考えています。教育の現場では教師不足の問題が質的にも量的にも深刻化しつつあります。例えばプログラミングや情報、 SDGs といった専門知識の指導ができる教師が学校や地域に一人もいない、そんな例は一つや二つではありません。こうした課題を解決する手段として AI クローンには大変大きな可能性を感じています。これからの学校は、これまで一般的であった一斉指導による確率的な教育ではなく、学習者中心の個別最適で多様な学びが誰にとっても当たり前のものになっていくと言われています。従来の知識習得を目的とした授業は AI が担うようになり、先生や友達がいる学校では他者と関わり交流しながら自分の意見や考えを生み出し、正解のない問いに向かっていく、こうしたこれからの予測困難な社会を担う子どもたちに必要となる知識能力を育むことが、これからの教育のスタンダードになると考えています。私たちは AI クローンが新しい教育を支えるのに重要な役割を果たすと考えております。はい、続きましてマスターピースグループ様との共同開発事例です。すでに数十社で導入されている AI コールセンター BPO は、人と AI のハイブリッドによりコンタクトセンター運営を革新し、国内1兆円規模のコールセンター市場における次なるビジネス成長を実現します。サービス概要図です。お客様からの電話に対し AI が自動回答できない場合は、自動的にオペレーターへエスカレーションし、オペレーターへの回答補助や自動学習など人と AI の共存によりコンタクトセンター運営を効率化します。クローン AI がコールセンタービジネスにもたらすインパクトですが、コールセンター企業では入社1年以内のオペレーターの離職率が約 21% から 30% と全体の6割を占めています。業界全体で人員不足が叫ばれる中、ますます多様化する顧客ニーズに迅速に対応するため、人と AI のハイブリッドによる顧客対応を実現します。これによりオペレーターの離職によるリスクを排除し、 AI が代替することでサービスの継続性と拡大を実現いたします。マスターピースグループ様のインタビュー動画をご覧ください。マスターピースグループの中島と申します。よろしくお願いします。当社は人とテクノロジーの共同により人々の時間を豊かにするというミッションを掲げて、カスタマーサービスの領域と SNS マーケティングの領域、 SNS リスクマネジメントの3つの領域で人と AI を組み合わせた BPO サービスをグローバルに展開している会社になります。
AI BPO というコールセンター向けの AI の自動化をするシステムの、共同開発というものをさせていただいております。実際に取り組み自体はですね、2022年の4月から開始させていただいておりまして、 AI で自動応答をするということをまず初めに商品開発をさせていただいて、昨年からですね、オルさんの生成 AI のラートム2を連携させていただいて、この自動応答、あとオペレーターへの回答補助の機能をアップデートさせていただいたりですとか、対話履歴の自動要約の機能なども追加させていただいて、今後もコールセンターの効率化ができる機能をどんどん共同開発していきたいと思っております。他の AI の会社様に比べて、もう AI の実際のプロダクトを多く発表されていて、その技術力というのがこう目に見えて実感することができたということが、取り組みさせていただいて決め手となりました。クロンビジネスはコールセンタービジネスにおいて非常に大きなインパクトをもたらすと僕は思っています。当社ではその AI で自動応答します、効率化しますということをオルスさんと一緒にやらせていただいているんですけれども、まだまだオルスさんの生成ラトム2を使って受け付けをするものというのもまだ全てができるわけではない状況ではあるかと思いますので、やはりこの企業ごとにこのクローンオペレーターというのが完成してくればですね、より AI でやれるものというものが増えて、僕らの業界のこの人手不足の解消っていうのをつながっていくかと思っておりますし、あと品質も高まっていくかと思いますので、非常に大きなインパクトをもたらすんじゃないかなというふうに思っております。はい、続きまして E アソシエイツ様との共同開発事例です。 AI 株主総会支援サービスは、企業の IR 戦略や広報活動をクローン AI を通じて強化し、投資家とのエンゲージメントを促進します。これにより上場企業約3800社に向けて持続的な企業価値向上に貢献し、株主総会の DX 化を促進いたします。サービス概要図です。株主総会で予測される株主からの質問に対する回答を AI が自動生成し、質疑応答のシミュレーションを行うことで事前のリスク回避が可能です。クローン AI が企業の専任 IR 担当者となり、株主満足度を高めるとともに、従来の IR 担当者の業務負荷を軽減し、属人化からの解放を実現いたします。クローン AI が IR、SR ビジネスにもたらすインパクトですが、日本 IR 協議会の調査データによると、IR 活動を実施していると回答した上場企業 95% のうち、IR 専任担当者を置いていると回答した企業は 66% にとどまります。 IR 職は高度な専門性が求められ、専任の担当者を確保することが難しい状況です。しかしクローン AI の導入により、上場企業でも高度な IR 専門知識を持つ担当者を持つことが可能となります。 E アソシエイツ様のインタビュー動画をご覧ください。E アソシエイツ株式会社代表取締役社長の近藤でございます。我が社はですね、マーケッツアールカンバセーションズ、市場の本質は会話であるという理念のもと、我々のお客様であります主に上場企業の皆様になりますが、株主投資家との対話の場を市場と捉え、対話の場をオンラインで提供し、また株主投資家とのエンゲージメントを高めるサービスをご提供しております。オルツさんが開発されました大量言語処理モデルでありますラートムを活用し、お客様の IR、SR を支援しますデータベースサービスの開発を行っております。我が社ですね、 AI 活用への取り組みにつきましては、実は2018年ぐらいから開始しています。これまであらゆる AI 関連会社とのヒアリングをしてまいりましたが、 AI を使って何をしたいのか、どこへ行き何を目的にしているのか、最終ゴール、ありたい姿はどこにあるのか、こういったことをですね、明確にビジョンとして示した会社はオルツさんだけでした。生産性の低い作業から人間を解放するというビジョンのもと、人のクローン生成という大きな壮大な夢のある目的を掲げ、必要な技術を手に入れる姿勢、スピード感が選んだ理由の一つです。そもそもですね、 IR、SR の事業の上においては、グローバルという言葉すら存在しないと
私は思っております。会社は株主からの資金提供を受け、また金融からの資金借り入れを受けてですね、事業を開始するわけなんですが、日本だけに投資家や株主がいるわけでもなく、そもそも会社を公開した瞬間に日本国以外に目を向ける必要があります。株主、投資家にはそれこそいろいろな方がいるわけです。言語の問題もあると思います。よってですね、クローンビジネスが果たす役割というのは、本当の意味で我々が掲げますマーケットアルカンバセーション、市場の本質は対話であるということをですね、実現できるビジネスになるというふうに考えております。はい、本日はクローン AI のビジネス活用についてご紹介いたしました。今後もさまざまな企業様との連携により革新的なビジネスモデルを構築し、業界内での競争力を高め、イノベーションを推進するお手伝いをしたいと考えております。クローン AI に開発に関するご相談はお気軽にお声掛けください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、 AI M&A マネージングディレクター井上正隆よりクローン M&A、 M&A 市場のペインを割らせると題しまして、プレゼンテーションを行わせていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、M&A 事業の責任者やってます井上です。よろしくお願いします。私の方からは弊社のクローンマッチング技術を活用したクローン M&A という新しいサービスをご紹介します。 M&A 業界といっても幅広いですが、中小企業の M&A に焦点を当てていきます。まず全体感をご理解いただくために3つ数字ご用意しました。これ何の数字かというとですね、6万社が2023年、昨年ですね、廃業してしまった会社の数で、3兆円がこの廃業によって失われた売上高の金額です。で、この3兆円のうちおよそ3割にあたる約1兆円分の企業が後継者が見つからず、 M&A もできず廃業してしまったというふうに言われています。つまり M&A で救えなかった企業がたった1年間で1兆円分もあるということです。したがってもっと M&A の件数を増やせばいいんじゃないかという話なんですけれども、現状 M&A の件数というのは全く足りていません。黒字企業なんだけれども後継者不在を理由に廃業してしまう、そんなリスクのある会社が62万社あると言われていますが、年間の M&A の件数はわずか4000件しかないと、そういう状況です。で、なんでこんなことになっているかっていうとですね、結論から言うとマッチングが大きなボトルネックになっています。こちらは売り手として M&A を検討するときに何がハードルになっているのかっていうアンケート調査の結果です。一番目には後ろめたさっていうですね、心理的なハードルが理由にあるんですけれども、特筆すべきは2番目に相手先が見つからない、4番目に判断材料の情報が不足している、で5番目に期待する効果が得られるかわからないということで、マッチングに起因する M&A のハードルが上位を占めているということです。で、事実ですね、その M&A の現場ではミスマッチというのが非常に多く発生しています。例えばその M&A アドバイザーがですね、売り手企業に対して御社ならこの会社さんが必ず興味持つと思いますよと、自信満々に言ってたのに買い手企業に持っていったら、エリアが違うんで無理ですと、あっさりと断られたりするわけです。で、実際その M&A アドバイザーが担当する案件のうち8割が制約できていないというデータがあるぐらいですので、マッチングが実際に大きなハードルになっているということがお分かりいただけるかと思います。ただこれは仲介会社の肩を持つわけではないんですけれども、買収ニーズのある企業さんというのも本当にたくさんいますので、それらを個別具体的に全部把握しておくというのは限界があるというのも事実です。じゃあどうすればいいか、これ答えはすごい簡単で、人間がやらなきゃいいだけだというふうに考えています。そこで開発したのが今回ご説明するクローン M&A です。で、クローン M&A は売り手企業のクローンと膨大な数の買い手クローンを仮想面談させることで、マッチングスコア順に買い手企業を提示できるというものです。
クローン M&A に任せればもう候補先がわからないとかですね、シナジー効果がわからないといったような、まあ、先ほどお伝えしたような M&A のハードルというのをすべて取り除くことができます。それではデモ動画がございますのでこちらをご覧ください。それではクローン M&A のご説明をさせていただきます。クローン M&A は売り手企業のクローンと大量の買い手企業のクローンをバックグラウンドで対話させることで瞬時に最適な M&A パートナーを見つけ出す業界初の革新的なサービスです。この動画では売り手企業側の動作を説明します。まずはこちらからログインをします。このデモではすでに架空の企業データが学習されています。会社概要や代表者情報といった基本データに加えて経営概況ということで売上高や事業内容、会社の強みや弱みといった詳細情報が入力されています。さらに希望株価や期待するシナジーなどの希望条件もインプットされています。こちらの情報は所定のインタビューシートに答えていただくか AI エージェントと会話していただくことで自動反映させることが可能です。こちらの AI エージェントは一流の M&A アドバイザーとして必要な知識や事例を学習させていますので、エージェントの質問に回答するだけで売り手クローンを生成することができます。例えばこのような形で AI エージェントから会社の経営理念と将来ビジョンについて聞かれていますので、これに返答します。そうするとさらに M&A の希望条件を聞かれますので、これに返答します。すると具体的な過去の実績について聞いてくるといった形でヒアリングが続いていきます。そしてもう一つのインプット方法としてはデータのアップロードがあります。こちらの画面から議事録や決算書などの財務資料、事業に関わる資料などをアップロードするだけで学習が進んでいきます。このようにして売り手企業のクローンを生成するとバックグラウンドで大量の買い手企業クローンとのマッチングが走り、このように買い手企業とのマッチングスコアがランキング形式で表示されます。例えばこの買い手企業をクリックすると会社概要はもちろん記載されていますし、マッチングスコアが88点と分かります。それだけではなく事業シナジー、コストシナジー、組織シナジー、希望条件マッチングの4項目に対する点数も表示してくれています。そしてさらにそれぞれのスコアリングの理由についてもこのようにしっかりと文章で記述してくれています。これがクローン M&A の最も素晴らしいポイントです。これまではせいぜいキーワードマッチングぐらいしかできなかったものが、自然言語を元にしたクローンマッチングを使うことで非常に納得感のある形で精度の高いマッチングを実現できるというわけです。そしてマッチング理由の下にはクローン同士がどのような面談を行ったのかというデータログも表示されています。実際の企業同士の面談であったら相手に配慮して聞きづらい質問であってもクローン同士なら気にせず聞くことができるので、精度の高いマッチングスコアを算出できるというわけです。さらに買い手企業に対して質問がある場合はこちらから買い手企業のクローンと会話を行うことも可能です。そしてこの買い手企業と実際に交渉したいという場合についてはこのグッドボタンを押していただくことで買い手企業側に通知が届くとともに、この買い手企業を正解データとしてさらにマッチング精度を向上させられるという仕組みです。簡単ではありますが、以上がクローン M&A の基本的な機能となります。はい、クローン M&A の正式なリリースは今年の夏頃を予定しておりますが、買い手企業向けにはこのような機能を用意しております。一つがですね、 AI エージェントと会話をすることで買収ニーズを自動で登録できるエージェント機能、2つ目は売り手企業とマッチングした場合に通知があり売り手企業のティーザー資料を閲覧できるインフォメーション機能、3つ目は売り手企業クローンへのインタビュー機能、最後4つ目は制約後に売り手企業側から買い手企業が評価されるというレーティング機能があります。評価の高い買い手企業ほど案件が回ってきやすくなるというものです。以上がクローン M&A の説明になります。最後になりますが、 M&A 領域には他にも数多くのペインが存在しています。我々オルツはクローン M&A にとどまらず M&A 領域に存在するすべてのペインを AI の力で解決していきたいと考えています。先ほど申し上げた通りクローン M&A は夏頃のリリース予定ですが、無料でクローン M&A をご利用いただける事前登録の QR コードを用意してございますので、こちらからぜひご登録いただければと思っております。
お配りしたチラシにも記載してありますのでご確認ください。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして次世代の営業についてと題しまして、弊社オルツ VPO セールスエンタープライズ CRO 保坂文也に加え、ゲストの方を招きしてのディスカッションを行ってまいります。ゲストの方をご紹介いたします。株式会社キーエンスデータアナリティクス事業グループマネージャー柘智弘様。よろしくお願いします。野村証券株式会社雨宮正彦様。よろしくお願いします。進行は弊社保坂でございます。よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、次世代の営業についてというところで、日本を代表するですね、まあ、営業の強い2社、キーエンスさんと野村証券さんから参加いただいてます。もしよければ1分程度で簡単に自己紹介から、そしたら柘さんからお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。キーエンスから来ました柘と言います。アマチュアで申し訳ないなと思ってますが、今売上がだいたい1兆円で営業利益が5000億あって営業利益率が 55% 超えてるということで、まあ、それなりに営業が強いということで呼んでいただいてるんですけど、全然できてないことがめちゃくちゃ多くて、なんかこう言うと嫌な感じに聞こえるかもしれないですけど本当に多いなと思ってるので、少しでも今日野村証券さんにも初めてお会いしますし、いろいろ学べたらなと思ってます。短い時間ですがよろしくお願いします。柘さんありがとうございます。雨宮さんお願いします。はい、野村証券、プライベートウェルスマネジメントの部長をしております雨宮と申します。よろしくお願いします。プライベートウェルスマネジメントと、言ってもですね、あんまり多分、ピンとくる方いらっしゃらないと思うんですが、まあ、一般的にはプライベートバンキングという呼び方が、通っているかなと思います。日本における、まあ、超富裕層のお客様に金融ソリューションを、ご提供させていただいているという舞台になっておりまして、で私自身はですね、今入社24年経ちますが、20年超ですね、国内海外、個人法人機関投資家の営業に携わってきましたので、かなり、野村の昔からの営業の歴史も含めて、直近のところも、その変化とかというところを少しお話しできればなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日ですね、せっかくキーエンスさん、野村証券さんからに2社に来ていただいたので、今日話したテーマ2つありまして、1つ目ですね、今日繰り返しになりますが、やっぱり労働生産人口、まあ、減少懸念されてますよと。私もですね、新卒からずっと営業やってるので、まあ、ド M なんですね。でこう大変なのとか苦しいのって気持ちよくなってくるんですよ。ただ一方でやっぱりこの生産年齢人口どんどん減少していきますといった中で、まあ、あえてこの営業の大変をする人が減っていくというところもあるかなと思っていて、まあ、そういったところでこうそういった懸念がある中で、まあ、今後どう営業としてロールの変化を求められるかみたいなところを、では柘さんから簡単にコメントいただければと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうですね、どう変化を求められるか、めちゃくちゃ変化を求められるかなと思っています。めちゃくちゃ思っていて、私も入社して20年ぐらいですけど、なんか20年前と本当に変わったかと、営業の仕方が変わったかというと、まあ、もちろんいろいろ変わってることあるんですけど、結構変わってないかなっていうことを本当に思ってます。もちろん例えばキーエンスだったら AI でこう営業の行き先どこに行ったら確率が高いかとかを AI でやって、でそうすると確率が高くなるとか、まあ、そういうおしゃれなこともやってはいるんですけど、まあ、でも20年前もいっぱい電話してて、そうですよね、今もいっぱい電話してて、まだ人がいっぱいいろんなことやってるんですよね。で、まあ、ご存知の通り DX の X ってトランスフォームのさなぎから蝶じゃないですか。さなぎと蝶って
全然違うのと比べると営業スタイルがそんなに変われてないと思っていて、特に我々あのお客様が製造業のものづくりのお客様なので、ものづくりって営業職と比べると多分50年ぐらい科学が進んでると思うんですよね。例えば工場の中で人がこう物を組み立てたりなんかもうしてなくて、ロボット組み立ててますし、運ぶのもロボットですし、まあ検査を人が目で見てなんかしてないので、我々のセンサーや測定器を買っていただいてると。でそれに比べたら営業ってめちゃくちゃ人がいろいろまだまだやっているので、あのもちろんいろいろデジタルを使ってとかキエンスでもやってるんですけど、お客様を見ていると50年先を進んでいる科学をされている方々なので、めちゃくちゃ危機感を持っているので、質問の答えとしてはどうめちゃくちゃ変化しないといけないと危機感を持っているという感じです。ありがとうございます。雨宮さんいかがですか。はい、そうですね、まあ杉さんもありましたけど、私も20年前から、まあ、ずっと営業を携わってきていて、であの根本的なところは、まあ、全く変わってないなと。で、まあ、それは何かっていうと、まあ、我々の一番の、まあ、強みは、まあ、それぞれの、まあ、何でしょうね、一般的に言うと、まあ、人間力っていうんですかねっていうところとか、まあ、先ほどあの、まあ、ひよきさんありましたけど、まあ、プロフェッショナルとしての自覚ですとか、あとお客様の課題解決するためにどれだけ情熱熱意をつぎ込めるかっていうその、まあ熱意とか熱さですかね、そこをもう持っているかっていうのは、まあ20年前から今に至るまで、特に我々の会社でもいわゆるまあトップセールスと呼ばれる人たちには共通してあるかなと。ただ一方で、まあテーマでもありますけど、やはりあの人が減ってるっていう中で、実は会社としてはですね、ちょうどまあこの数年かけてとお客様の、まあ資産規模ってちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、これから資産を形成されるような方に対しては、実はまあデジタルとか IT 活用して非対面で、まあ営業活動していく。で富裕層の方、まあ、超富裕層の方に対しては、まあ、我々のような、チーム担当者がついて、ご担当させてもらうという中でいくと、多分これから、まあ、今変わっているところとか変えていくところでいくと、やはり、まあ、時間の使い方、リソースの使い方ですかね、まあ、どこにどれだけこう時間を使って、まあ、人物金ってよく言われますけど、そこが多分今後より重要になってくる、まあ、変えていかなければいけないポイントかなっていうのはちょっと日々感じているところでございます。雨宮さんありがとうございます。あのお二人から今お話しいただいたんですけど、やっぱり時間の使い方みたいなところは当然あるかなと思ってて、やっぱりお二人共通してたのが、やっぱりとはいえやっぱりあの営業なので、まあ、人と人がフェイストゥフェイスで話すと、でそこに、まあ、より情熱を込めていくというか、まあ、あの臭い言葉ですけど、まあ、愛情を持ってお客さんに接していくっていうところがすごく大事なところかなと思いました。でとはいえ一方ですね、2つ目、もう一つあの時間がかけられているのでクイックに行こうかなと思っているんですけども、まあ、今日いろんなこう技術の紹介あったかなと思っておりますと、まあ、そういったこう最先端の技術、まあ、いわゆるツールみたいなところと、まあ、共存していくみたいなところが当然大事になってくるかなと思いますと。でもそういった中で、まあまあ、日本のトップ あのキエンスさん、野村証券さんから考える、まあ、次世代の、まあ、営業のロールモデルみたいなところのイメージがもしあればぜひあの皆さん聞きたいと思いますので、で今度は雨宮さんからぜひお願いします。はい、多分先ほどもあったと思うんですけど、やっぱりこの特にまあオルツさん開発されている PAI ですかね、パーソナル AI っていうのが我々の世界でも、まあ営業のまあ職を奪っていくみたいなことも言われてはいますけど、まあ、どちらかというと私が今日々感じている中でと、まあ、労働生産性が低いというとちょっと語弊ありますけど、例えばなんでしょうね、まあ、アポイントの調整ですとか、まあ、いろんなお問い合わせ、まあ具体的に細かく言うと、まあ住所変更の手続きとか、まあ振り込み先変更してほしいとかっていうのをすべて今担当者とか、まあ人で対応してますと。ただまあそういったところをもし、まあ AI 生成 AI 使って対応できるようになると、我々のまあ営業として本当に時間を使うべきところっていうのは、まあそうやってもお客様も当然あの人間の方なので、まあフェイス2フェイスでお会いして、で実際そのまあその場のまあ空気感であったり、あとそのお客様が本当に何でしょうね、まだ顕在化されてないようないろんなニーズ、お悩みっていうところをどれだけ引き出せるか、まあ、そのためにはとより会う時間を増やしていって、で当然それがまあ信頼関係の構築につながっていきますん でそこに対してまあお客様からいただいた課題ニーズ、そこを今度は社内グループ
総力を挙げて、まあ今までにないようなまあクリエイティブというかまあ創造的な提案をみんなで作っていく、そこに時間をかけて、でさらにお客様にそれをフィードバックしていくという、まあこのサイクルですかね、っていう中ではやっぱりこの AI との共存というのは必ず必要になってくると思いますし、まあまさに必要になっていくというか、まあ取り入れなければいけないところかなと思っております。めちゃくちゃいい話ですね。ありがとうございます。柘植さんいかがですか？そうですね、やっぱ最後残るのって人しかできないことだと思っていて、でそれはものづくりの現場を見ていたらもうヒントは山ほどあるなと思っていて、先ほど雨宮さんおっしゃられたこう少ないお客様にはもう人でべったりついて、でマスなお客様はうまくやるっていうようなのって、ものづくりでいうとこう少ない一品物を一個一個こう漆をどうこうしてみたいな匠の技は今も価値があって残っているわけで、営業でいうと例えば、こうなんか分かんないですけど提案をちゃんとするとかじゃなく、なんかゴニョゴニョ関係を作っていくみたいなことってやっぱまだまだできちゃうんですかね。そんなもできるとちょっといよいよあれですけど、まあやっぱちょっと難しいですよね。なんかこいつかわいいな、なんかしてやりたいなとか、例えばキンエスでも紹介をもらうって営業で大事にしてるんですよね。アミメ様はないですかと、じゃあ他にどなたかこういうのでお困りな方いらっしゃらないですかと、それをじゃあ AI に紹介してやろうかって、なかなかまだチャームもないですし難しいかなっていうと、やっぱ人で最後残っていくのって先ほどアミメさんがおっしゃったような暑さとかこのゴニョゴニョやるとか、そういうところにフォーカスをして、逆に言うとそれ以外の住所変更だとかどこを攻めたらいいだとか、ね、何を提案したらいいかとか、そういうのは全部 AI とか技術にドラスティックにやっていくのが必要かなと思ってます。ありがとうございます。お二人ともすごくいいお話いただいてありがとうございます。そうして言えるのはやっぱり時間のかけどころとかですね、人は人でしかできないところにやっぱりもっと時間を使ってフォーカスをしていく、雨宮さんだから契約したいとかですね、柘植さんだから契約したいとか、私保坂だから契約したいみたいなところっていうのはやっぱり残っていくと思うので、そういったところによりフォーカスをしていくっていうところですね。それ以外のところを代替できるところに関しては、最先端の技術と共存していくといったところがこう、両者キンス様も野村証券様もともに次世代のモデルかなというところで、非常に参考になりました。ありがとうございます。ではこれでパネルディスカッションを終了とさせていただきますが、次世代の営業についてというところで日本を代表するですね、トップ2社キエンスの柘植さんと、野村証券の雨宮さんにご協力いただきました。お時間いただいてありがとうございました。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 以上をもちましてディスカッションを終了いたします。柘植様、雨宮様、ありがとうございました。続きまして、ただいまのディスカッションに参加しておりました弊社保坂より、 AI を活用した次世代セールスモデル、セールスフォース的 SaaS ビジネスの終焉と題しまして、プレゼンテーションを行わせていただきます。それではよろしくお願いします。今見えてますかね。引き続き AI SaaS事業部を代表して私大阪の方から、プレゼンテーションさせていただきます。よろしくお願いします。私の方ですね、今、キーエンスさんと野村証券さんと、次世代の営業についてというところでお話しさせていただきましたが、私のパートではですね、オルツからの答えをご紹介したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。テーマとしてはですね、若干攻撃的じゃないかというところもあるんですけども、本気で考えています。AI を活用した次世代セールスモデルですね、セールスフォース的 SaaS ビジネスの終焉というテーマで、AI を活用した次世代営業のデファクトスタンダードですね、 AI SaaS 事業部を代表して私大阪の方からご紹介させていただきます。繰り返しですね、皆様ご存知の通りですね、日本の生産労働人口は近年減少傾向にあり、特に2025年以降はより顕著になると推定されております。そのためいかに1人当たりの生産性を高めていくかが、DX の時代における、皆さんの共通の課題であると認識しております。特に私のパートでは営業にフォーカスをしてこの課題解決のお話をさせていただきたいと思っております。今日はですね、従来の営業プロセスがオルツによって根本から変革を遂げる姿をお見せします。
こちらはですね、国内の最大手 SI 屋さんですとかグローバルを代表する企業各社がこぞって取り組んでいる、まあ、いわゆるザモデルを図示したものですね。ビジネス領域における AI の活用を拡大しており、まあ、ビジネスの一丁目一番地である営業活動の AI 化をオルツが今日実現します。具体的にはよくあるここの認知拡大から有望リード、いわゆるプリセールスの領域において弊社が提供する営業クローンを活用することで、これまで人が行っていたプロセスを AI によって置き換えることが可能となり、先ほどのパネルディスカッションでも繰り返しありましたよね、営業担当は有望なリードに対する受注活動に専念すると、で質の高い営業活動がオルツによって可能になります。ここからは早速デモで我々が実現した世界をご覧ください。デモンストレーションお願いします。愛さん、本日カンファレンスに参加されている皆さんへご挨拶していただけますか。はい、もちろんです。オルツカンファレンスへご参加の皆様、はじめまして、愛です。本日は皆様とお会いすることを楽しみにしておりました。ごゆっくりしていってくださいね。オルツについて教えてください。株式会社オルツについてご紹介いたしますね。私たちのミッションは、自由の価値を向上させるテクノロジー、PAI、パーソナル人工知能を世界に普及させることです。PAI によって労働をなくし、人々が創造的な仕事にのみ集中できる世界の実現を目指しています。また、私たちの存在を要求にすることも大きな目標の一つです。また、革新的なスタートアップとして、J スタートアップなど多くの先進を受けています。お困りのことや AI 議事録についてのご質問があれば、どうぞお気軽にお尋ねくださいね。AI 議事録の他社に比べての強みは何ですか？AI 議事録の他社に比べての強みは、日本語の音声認識強度が非常に高い点です。オルツでは PAI の基礎研究を長年にわたり担っており、その結果、日本語の文字起こしにおいて個人の声質や話すトーン、単語選びの癖などを考慮した文脈理解により、圧倒的な音声認識強度を実現しています。これにより正確かつオーラ的な守護率を提供できるため、 DX の基盤データとして非常に有効です。またオルツは AI のリードカンパニーとして、高度なテクノロジーとそれを支える人材で様々なサービスを開発しています。さらに詳しい情報を知りたい方は、無料オンラインセミナーにご参加いただけます。詳細はこちらの URL からご確認くださいね。ありがとうございます。いかがでしたか？まあ、これ実際に私たちもこう運用として回しているんですけども、今見ていただいたこの愛さん、僕肝入りでどうしてもこの女性がいいっていうのでこの女性選んでもらったんですけど、副次的効果としてこれ実際に回していった時に、一次商談がクローンが対応しますっていうと、結構いろんなお客さんがまず話聞いてみたいっていうところになるんですね。で今こうご覧いただいた営業 AI の仕組みの外観がこちらになります。まず今見ていただいた通りですね、この問い合わせ、まず1 LP 等から入ってきたリードを営業のクローンが対応します。その結果がログとして蓄積されていって、営業担当へ連携されますと、こういった形ですね。営業担当はその共有されたリストを確認し、有望リードに対して商談を実施していくというところですね。でここでさらに営業担当がお客様と実施した商談の記録を4番ですね、音声データ等のテキストだけでなく録画データですとか、テキストデータプラス録画データとしてこの AI 議事録が記録をします。でここで記録したトークの内容であったりですとか、まあ、最終的にはエンドユーザーさんの声色であったりですとか表情ですね、
そういった情報を、裏側で動いているこのオルツブレインが再学習することで営業 AI の愛さんですね、成長進化をしていき、将来的にはトップセールスのパフォーマンスに近づいていくことを目指しています。とはいえですね、今日ご紹介した営業 AI の、AI 営業の愛さんですね、人間と同様でステップを経て進化をしていきます。まずステップ1としては、新卒の社員のように営業のサポートとして活動しながら日々の商談情報を学習していきます。で次フェーズ2ですね、一定のナレッジを学習した AI はプリセールスとして実装できるクローンに進化し、次フィールドセールスのバックアップを行います。そしてフェーズ3ですね、最終的にはトップセールスとしての役割を果たせる姿を目指し、今までは人から学習していた AI が逆にトップセールスのノウハウを人に学習させ水平展開していきます。ただですね、今このお見せした成長の中にはお客様の声が必要不可欠で、まあ皆様とこの営業 AI は共に進化をし、まあこの労働生産人口が減るこの時代において、まあビジネスの起点である営業の営業活動をまあオルツが支援していきますというところですね。で最後です。私もですね、新卒からずっと営業やってきました。お客様を愛し、オルツのプロダクトを愛し、この仕事を愛しているからこそ本気で営業を変えたいし、まあ、今が変わる時だと思っています。皆様と一緒にビジネスの起点となる営業活動をラボールからオペラへ変えていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ネクストブロックチェーン理想主義から現実主義への移行と題しまして、先ほどプレゼンテーションを行った弊社西村に加えまして、ゲストの方をお招きしてのディスカッションを行ってまいります。それではゲストの方をご紹介します。株式会社ファイナルエイム代表取締役社長朝倉正文様。スカイランドベンチャーズベンチャーパートナー CSO ユアン・シャオハン様。進行は弊社西村でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ始めさせていただきます。このセッションはちょっと今までとちょっと経路全然変わりまして、ちょっとブロックチェーンっていうネクストブロックチェーンっていう、まあ、タイトルがついていまして、まあ、ちょっと経路違うんでもう自由に話しちゃっていいかなっていう感じの枠として、与えられてるんですけど、もうちょっと先にちょっと、まあ、弊社の、ちょっとブロックチェーン絡みのところですね。今日このメインのカンファレンスではあまりブロックチェーン系の話はしてないんですけど、実はこの前にプレスカンファレンスっていうのがありまして、新サービス発表の中で、まあ、実は、MS という、GPU の、分散ネットワークですね、それの新しい MSGPU プールっていうものの、発表を行ってたりします。まあ、これが、中身としてはその GPU、 主に GPU ですね、その計算力を、まあ、分散的に、売買する市場っていうんですかね、GPU 余ってる人がネットワークにつないで使いたい人が使うみたいなプラットフォームを実は作っております。そこがちょっとベースにありまして、今回この中でブロックチェーンのセッションができたというちょっと背景をおすすめお話しさせていただいておりおきました。じゃあちょっと簡単に自己紹介というか、ブロックチェーンとかで何を今関わりを持ってやっているのかのところを、じゃあ順番にどうしようかな。じゃあ朝倉さんからお願いしていいでしょう。それでは改めましてファイナル M の代表の朝倉と申します。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介させていただきますと、私はシンガポールで1回起業してエグジットをして、次に日本でエグジットをして、今3回目の代表としてですね、シリコンバレーのスタートアップ米国本社日本支社という形でですね経営に携わっております。
でファイナル M が何をやっているかというとですね、まあ、一言で言うと本物であることを証明すると、特にですねデザインと製造業領域を中心にですねブロックチェーンの技術を使って本物であることを証明する、そういった技術展開をさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、弊社 の, その、GPU の分散市場とね、まあ、本当に地に足ついたっていう話がありますけど、まあ、実際ブロックチェーン使って、地に足ついて人の役に立つものって本当にあんのみたいなところでちょっと、お声させていただいて今回ご参加いただきました。ありがとうございます。で、いつもエンさんって呼んでしまう、エンさんでよかったですね。はい、エンです。の方から、はい、ちょっと軽く自己紹介の方お願いします。皆さんこんばんは、スカイランドベンチャーズのジェネラルパートナーエン翔子です。縁は漢字の公園の縁をこの外側の口を取って中の縁ですけれども、僕は約25年前に日本の大学出て、まあ、中国に戻られて、で最初の中国だけにベンチャーキャピタルとしていわゆる Web1 の投資、まあ、オンラインゲーム当時流行ってましたけどの中心に投資してきました。で約10年前に日本に戻ってきて、まあ、独立 VC を経て5年前にシード VC というかもう日本で最初の投資を起業を起こす若い起業家を中心に投資しているスカイランドベンチャーズにジョインしました。で実は今、スカイランドベンチャーズ4号はこの Web3、ブロックチェーンをフォーカスしておりまして、それが僕が弊社の代表木下さんに提案したものですけれども、今は僕はグローバルのブロックチェーンのディールを主に担当しております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分エンさん、はい、多分エンさんとあれですね、その MS という弊社のプロジェクトが2018年ぐらいから構想して、まあ、こう作ってるよっていう時から多分そのお話は、まあ、聞いていただいていて、まあ、ちょっとそこから聞いていきたいんですけど、まあ、2018年からもうかれこれ6年ぐらい立っていた、あの頃はなんだこれみたいな感じで言われてきてましたが、まあ、最近、まあ、DPIN みたいなね、ディセントラライズドフィジカルインフラストラクチャーネットワークって長いですけど、まあ、インフラ系 の, その、分散ネットワークみたいなものがこう流行りつつあって、まあ、ファイルコインとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、その時から MS を知っていただいているエンさんから見て、弊社の MS プロジェクト どう見えてますでしょうか。実はご存知のように最近Web3 ブロックチェーンがちょっとブルー相場になってまして、僕は毎日のように1日必ず1回ずつ中国語日本語英語の会議があって頭ちょっとぐちゃぐちゃになってるんですけれども、最近こうよくこうピッチされるプロジェクトは Web3×AI、 その中でよくこう注目されているテーマはこのデータの分散化ということでして、多分最近世界で代表されているグラスというで IO ネットとい う有名なプロジェクトあるんですけれども、僕は目にしたホワイトペーパーをこうじっくり読むとどっかで見たことあるなとかで思いました。で実は6年前にこのユネクラ社長にこう説明されたという記憶を思い出したんですけれども、Web3×AI のデータ分散化して、で Web3 のブロックチェーンのインセンティブをついてちゃんと世界中でスモールデータセンターとか、まあ、大学の実験室とかというところ余ったコンピュータパワーを提供するという仕組みは、おそらくオルツの方以外でもう僕は最初に教わったんですけども、で今でも思い出してますけども、ちょっと衝撃的でした。で今日は実はもともともしかして MS の発表会じゃないかと、でエアドローもらえるんじゃないかと思って、そうですね、はい、その話もしようとしていて、まあ、今日すごい生成 AI の、ね、お話を私枠でフルフルにしてしまったので、まあ、そのことを、まあ、次回かなと思ってたんですけど、今日控え室でちょっとエンさんとちょうど話していて、あこれエアドロップもやった方がいいんじゃないのっていうので、まあ、その場でエアドロップしますって言ってなんか決めて、まあ、多分今日ご来場されている方登録メールアドレスとかされてると思うんですけど、まあ、ちょっとこの場ではってちょっと無理なんですけど、ちょっと後日メールをアナウンスさせていただいて、参加された方多分 MS の, その、まあ、トークンというかそのポイントですね、実際、計算力使える、まあ、価値のあるものを、エアドロップしようっていうことに、まあ急遽エンさんのおかげで決まりましたので、はい、はい、拍手、はいですね。
将来このグローバルでも活躍される MS トークン、もし皆さんがこう儲かったら、あの円という人を思い出してください。はい、はい、じゃあ、ちょっとあの朝倉さんの方にもお聞きしたいんですけど、あまり弊社 その MS というまあプラットフォーム、そんなに深くはご存じないかなと思うんですけど、ちょっと見られてどうかなっていうところって ありますか。いや、あのシンプルにですね、やっぱりあの先見の明があるというか、当時の時代からですね今にわたるようなやっぱり分散型というところをですね取り組まれていらっしゃるの、あの素晴らしいなというふうに感じました。やっぱりこの AI とそのこうブロックチェーンの組み合わせであるとか、それに対する分散性っていうのは、まあ、DAO とかもそうですし、技術的なスマートコントラクトをどう使っていくかみたいなところっていうのは、早めに取り組まれていらっしゃる企業様とそうでないところっていうのは明確に分かれたなというところで、それをもう5年前からですよねというところでいくと、いや非常に先進的だなと感じております。ありがとうございます。まあ、6年前っていうともうみんな、あ、まあ、5年前6年前っていうともうみんな耳気もしないとか、何言ってんのこの人たちみたいな感じにはなるんですけど、まあ、その中で覚えててくれた方がまあ、いらっしゃったりとかっていうので、まあ頑張ってこれたかなと思いまして、まあ本当に今日あのこの午前中に発表した通り、本当に実際にものとしては5月とか5月以降にまあ皆さん使っていただけるように今準備中っていうところはありますけど、やっとっていう感じですね。そうですね、ブロックチェーンのプロジェクト結構最初に2017年とか18年って ICO みたいなあの資金調達ブームがあって、まあすごいこと言ってお金集めるんだけど、まあ、そのままなんかこういなくなっちゃうような、あのお金だけ持っていなくなっちゃうみたいな、まあ、すごくいっぱいあったので、まあそう思われないようにちゃんとね、こうあの配置のものがあのできますよってことを言いたいなと思ってます。はい、あとはまあこのブロックチェーン ×AI だったりとか、あとはこう地に足ついた現実主義なまあプロジェクトで、なんかお二人気になっているプロジェクトとか最近注目しているものがあれば簡単にご紹介いただきたいなと思います。じゃあ今回は朝倉さんから先もしあれば、はい、あの自社のものでも結構です。ありがとうございます。じゃあちょっとあの手前味噌にはなってしまうかもしれないんですけれども、あのヤマハ発動機様とですね、弊社あのファイナルエムでは生成 AI× デザインの取り組みに対してですね、まあ、知的財産権を、ちゃんと守っていくと、その取り組みでですね、ブロックチェーンを使用させていただいております。あの今年の1月の東京オートサロンの方で発表させていただきまして、まあ当日中にあの WBS の方であの放映いただいたりであるとか、またさまざまな引き合いをいただいておりまして、やっぱりリアルなあのものづくりの現場にですね、そこにまでつながるような取り組みというのは、あの弊社としてもあの今後展開をしていけるのではないかなというふうに考えております。ありがとうございます。あとは円さんの方で、まあ、投資先みたいなところになっちゃうのかもしれないですけど、面白いプロジェクトとかあればご紹介を。投資先で恐縮ですけれども、実は今、まあ、僕 Web3 の人間なんで、どうしても Web3 の立場から物事を考えるんですけれども、今ほとんど世界のこのリーディングしている Web3 プロジェクトは AI を取り入れてるんです。で皆さんあの簡単にご想像できるんですけれども、あの NFT の画像とかゲームとか、まあ、実はそういうところじゃなくて、今世界最大なこのセキュリティツール、Go Plus というところがありまして、それのアンチウイルスソフトそのものはもう 90% AI で作られてます。皆さん最近めっきり聞かなくなってると思うんですけれども、このフィッシングサイト被害ありましたとか、それはもう全て AI のおかげだと僕は思います。あと Web3 プロジェクトを作るのに、どうしてもこのオーディットというプロセスを踏まなくちゃならないです。今までこうローンチメインローンチとかトークンの TGE という時に、だいたい3回ぐらい、しかも 2、3社ぐらいの大手のオーディターのこのオーディットが必要になるんですけれども、今ではもう3日間でもう AI の力借りて、まあ Web3 のオーディットというのはまあデバッグそのものなんですけれども、で約5000ドルで大型のゲームファイとか1個でもうできちゃうという時代になりました。あと 2C でいうと、多分皆さんも関心があるんですけれども、この、まあ、これも弊社の投資先で NFT Go というところがありまして、これは NFT の世界中のマーケットプレイスをこう一番こう今の時点で安くこうあのこう安くどのプロマーケットプレイスとかを教えてくれて安く買えるアグリゲーターなんですけれども、そこにあの結局皆さん関心しているのは、この NFT 買って後々あの上がるのとか儲かるのという話なんですけれども、
これはもう完全に今 AI 予測になってまして、後ろ AI モデルで大口の投資家はどういう動きをしているとか、このプロジェクトそのものアクティビティどうなってるんですかとか、開発者のプロセスどういうふうに踏んでるとかというの、いろんな参考値を取り入れて、で AI モデル化で予測してくれるんです。まああと 2C もいっぱいあるんですけども、ちょっとまた、そうですね、多分無数にあるのかなと思いますけど、その、Web3 別にかける AI じゃなくてもいいんですけれども、やっぱその投資先を選ぶ際に、こういうとこ見てるよみたいな、なんかポイントとか、こういうのはちゃんと長続きしてちゃんと地に足ついてるよみたいなところの観点って、もしあれば教えていただきたいです。もしかしたら今日 AI の興味を持っている方が大勢いると思いますけれども、僕は Web3 は実は何だという時に、みんな投機的とかスパムだからという思われている方もいると思うんですけども、僕は Web3 はこのインターネットそのものの道路を作り返す革新だと思って、で今まで、今日のテーマも挙げられたんですけれども、本来ならインターネットは分散化してみんなユーザーが平等で使って、自分のデータ自分で持って、大きい企業とかに採用されずにこう発信するプラットフォームになるはずだったんですけれども、途中で GAFAM という巨大企業が自分の利益を追求されるために、もうどんどんいらんものを見せられたりとか、こう洗脳されつつあることと、ことで、これは実はもう本来インターネットの目的を歪んでしまうんじゃないですかと。そのために Web3 の革新というのはもう完全に分散化という、英語でディセントライゼーションということではですけれども、の下で作っていこうという話なんで、僕も投資の検討をするときにこの Web3 のマインセットを持っているかどうか、一つ大きな目標にしています。ちょっとここで暴露しますけれども、僕基本的に投資先と、投資候補と初めて会うときに、まずこの人、この会社、このプロジェクトどこに所属してるんですかと、どこに、例えばシンガポールオフィスどこにあるんですか、渋谷のどのビルにあるんですか聞くんですけれども、それを簡単に答えてくれるプロジェクト僕はまず投資しませんと。そもそも分散化されてないということで、2番目に、僕はこの、この道路を作っているという今段階なんですけれども、この道路を作っている理論の元は実はビットコインのホワイトペーパーとイーサリアムのスマートコントラクトのホワイトペーパーがあります。僕は何回も読んでるんですけども 5% 理解できてるかできてないかというぐらいの程度 でその上で作ってる技術、ブロックチェーンの技術とかプロダクトが出てくるんですけれども、簡単に僕にこのビジネスモデルはこうだ、こうやって儲かるんだというのを説明つくようなプロジェクト僕も投資しませんと。間違ってるかもしれないですけども、こういう見分け方はしているという。そうですね、MS プロジェクト、MS ファウンデーションっていう、定款は作ってますけど、これどこにも登記されてないやつで始めましたし、あとビジネスモデル最初ちゃんと説明できてなかった気がするんで、これは投資先の第一、第二ステップクリア、ぜひ検討させてください。、はい、ありがとうございます。あとそうですね、Web3 っていう言葉をさっきからずっと結構使ってますけど、実はあれですよね、朝倉さんも私も Web3 っていう言葉あんまり使わない人というか、なんかブロックチェーンですよねってこう言い直してた感覚があって、なんかそのあたりなんか思いがあればちょっとこれ聞いてみたいなってここで思ってたんですけど。そうですね、技術的な観点でいくと、そのブロックチェーン Web3 ってその技術としてはブロックチェーンがベースにあって、そのブロックチェーンのベースっていうのはタイムスタンプの技術があるので、結構もう数十年前からその技術自体っていうのは進展をしてきていて、でこの数年というところで、そこは非常に盛り上がってきている部分があるかなと。で、ワーディングとしてのいろんな表現というところはあるんですけれども、ポイントは何かというと、ブロックチェーンの技術自体は着実に前進をしていて、非常に伸びてきていると。で、上がるときもあれば下がるときもボラティリティみたいなのはあるんですけれども、少なくても 2,3 年前にはできなかったことが革新的にできているっていう現状があると考えてまして、これはエンさんからのお話もありましたけど、このあとやっぱり3年5年というふうにいっていったときに、よりそのインターネットのインフラとなっていくようなポテンシャルというのは十分あるかなと。そうなってくると、ワーディングとしての Web3 というところは、変わっていったとしてもブロックチェーンの技術としては着実に残っていくし、伸びていくだろうなと、そういう思いを持ってワーディングを
使わせていただきます。はい、なんかブロックチェーンとかね、スマートコントラクトみたいな言葉はよく使いますけど、これあれですね、さっき、AI の文脈でも生成 AI っていう言葉ってあんまりこの技術の名前じゃなくて、まあ、私どちらかというとその、まあ、大規模言語モデルとかマシンラーニングとか、まあ、そういうそこのなんか違いにすごい似てるなと思っていて、まあ、バズワードにとらわれずみたいなところが あるのかなと思います。はい、ちょっと、ね、お時間がこれまた、3人でこうやって話してるとパツパツになってきちゃうんで、ちょっと最後あれですね、まあ、勝手ながらですけどあれですね、弊社 その、まあ、分散コンピューティング基盤 MS が、まあ、今日発表されたっていうことで最後、MS に対する、まあ、応援なりなんかコメントを最後いただいて締めたいんですけれども、朝倉さんからお願いしていいでしょうか。 ありがとうございます。非常にウェブサイトとかでも MS に関してはホワイトペーパー含めてですね、詳細の記載がありますけれども、まあ、非常に地に足のついたプロジェクトとして、まあ、今後大きく飛躍していくんじゃないかなというところの楽しみに感じております。私は米国が本社で日本が支社なので、まあ、行ったり来たりしてるんですけれども、まあ、非常に米国から見ても面白そうなプロジェクトだなというところでですね、今後の進展を期待しております。ありがとうございます。急にお願いしたのにとても良いコメントありがとうございました。はい、じゃあ円さんからも何かいただけると。実はこのスカランドベンジャスはもう去年かけて今年、まあ、今年4ヶ月ぐらいですか、約30社ぐらいもうグローバル中心のプロジェクトを投資してきました。で、僕さっき例えますとこの Web3 はまだこの国道というビットコインとイーサリアムが出てきて、その上に今高速道路を作っている段階です。なのでスカランドベンチャーズはこのインフラを中心に投資していますと。で、その中で実は日本のインフラ系のプロジェクトはもう本当に少ないです。で、ところでこのやっと最近このアイグンレアというデータアビリティという巨大なこのユニコーンが出てきまして、このデータの分散化とこの AI、 もう一回 Web2 のこの AI の巨大企業の囚人にならないように、ぜひこの AI のモデルのコンピューターパワーも分散化しようという動きの中で、世界でも最初と思ってもいいぐらいこの MS のこの活躍をぜひ日本のインフラの先駆者として活躍していただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと浮かれずに、なんかエアドロップぐらいにしておいて、なんか NFTY とかやらないように頑張りたいと思いますので、地に足つけて頑張りたいと思います。はい、ちょっとお時間になってしまいましたので、はい、ありがとうございました。はい、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてディスカッションを終了いたします。朝倉様、円様、ありがとうございました。続きまして R&D 部 AI リードエンジニア瞳優太より AI の世界を静かに変える人々と題しましてプレゼンテーションを行わせていただきます。それではよろしくお願いいたします。それでは AI の世界を静かに変える人々と題しまして AI リードエンジニアの瞳が発表させていただきます。ですね、直近、まあ、何やってるものなのかって説明なんですけれども、まあ、11年ぐらい NLP の研究開発をしています。で、直近ではオルツではラートモプトの言語モデルの開発をしていたり、あと他の会社では、キャラクターを LLM 上で再現するみたいな研究開発もしていたりします。はい、よろしくお願いします。で、今回話す内容なんですけど、タイトルにあった通り、LLM ど真ん中の話はしません。で、なぜしないのかなんですけれども、ど真ん中でやられている方たちの、まあ、コメントとかを見ていくと、一番上から SB さんですね、とかはもう1兆パラメーターの大規模言語モデルを目指すとか、
メタに関しては、インフラ投資に5兆円投資するとか、これ X のマークですけれども、イーロン・マスクさんが GPU を1万個買いますとか、そういったような話がバンバン出てきていて、もうほぼお金で殴り合う世界になってしまっていると。ど真ん中の話をすると、そのお金の話に結構なりがちになってしまうので、それではつまらないということで、今回は周辺技術で AI 業界を変えていく方法について、他の会社の方々がどんなことをしているかというのを見ていくという感じです。で、このタイトルにつながるという。でですね、アメリカの、話なんですけど、ゴールラッシュがあったとき、一番稼いだ企業はどこかという話、があって、その当時、これは本当に正しいのか分からないですけど、よく言われているのは、リーバイスが稼いだんじゃないかという話があります。要するに、採掘する人たちが稼いだというよりは、その採掘する人たちのためのツールを作った人たちが稼いだという話があって、そういった視点でも今回、その周辺技術を見ていくというのは面白いのかなと思っています。で、今回見ていくのは3つの観点で周辺技術を見ていこうと思っていて、1つ目がまず計算機です。で、計算機って言いますと、もう自然言語処理の領域だと2014年ぐらいからもうほぼ GPU を使うような世界になってきています。で、この GPU なんですけれども、略さずに見ていくと、グラフィックプロセッシングユニットというふうになっていまして、で、このグラフィックっていうのは、要するに CG とかを処理するのに特化した計算機っていうことですね。そこで、マイクに向かって、すみません。そこで、10年ぐらい研究開発をしていると、言語処理に特化した、計算機もあっていいんじゃないかって、常々私は思っていました。そんなことを思っていたら、直近ですね、グロックっていう会社がまさに LPU っていう、言語に特化した計算機を出してきまして、こちらがグロックの会社のメンバーなんですけれども、CEO の、ロスさんですね、がもともと以前 Google で TPU を開発していたというような会社になっています。で、この TPU っていうのが、当時 GPU が盛んに使われていたんですけれども、そこで深層学習に特化した計算機っていうのを作ろうというような、プロジェクトになっています。で、この TPU の論文とかを見ていると、2017年の当時の GPU K80 に対して、TPU がおよそ推論で15倍から25倍速くなったっていうような、研究レポートを報告していて、結構その特化型の計算機を作るってことはすごく高速化につながるっていうのが見て取れると思います。とはいえ、NVIDIA さんはめちゃくちゃ強いので、じりじりと7年間の間に推論速度も上げてきて、今ではめちゃくちゃ速いんですけれども、それに対してもこのグロックっていうのは新しく出した LPU っていうのが、2倍ぐらい速いような状況になっています。そういった観点で、今後 GPU ももちろん重要なんですけれども、こういった特化型の計算機っていうものも、注目をしているというような感じです。とはいえですね、先週、NVIDIA さんが、アメリカの方でイベントをやられていたんですけれども、そこで発表された B200 っていう、計算機が結構すごそうで、以前すごか、最高精度だった H100 に対して7倍から30倍ぐらい推論速度が速い計算機を出すっていうことを発表されていて、さすがっていう感じですね。なのでなんかこうどちらかに傾くっていうよりは、どちらもうまく付き合いながら、使っていくみたいな感じになるのかなと思っています。はい。で、次に見ていくのが手法周りの話です。で、LLM 関連の周辺の手法の中で僕が一番注目しているのがこの MOE という手法になっています。ざっくりと言ってしまう と、複数の LLM を、用意して、その複数の LLM で推論を行うっていうような仕組みになっていて、一つのモデルで推論するよりも基本的にパフォーマンスが高いっていうふうに、報告がされています。例えばなんですけど、このミストラル AI さんっていうのがまさにこの研究を論文で発表していて、このミストラル AI さんがやってるのは、8個ぐらい LLM を用意して、このルーターって書かれているようなところで、どの LLM に推論を投げさせると、推論させるとよりいいアウトプットが出てくるかみたいなことをルーターがコントロールします。で、その結果、その入力に対して特化した LLM が推論することによっていいアウトプットっていうのが得られるような仕組みになっています。で、この研究報告によると、7ビリオン、70億規模のパラメータの
大規模言語モデルが、10倍規模の大きい、700億規模のパラメータの大規模言語モデルに勝ったということが報告されています。でこれだとあまりピンとこないことがあると思うので、まあ、分かりやすい例で説明すると、このミスラの研究は、一部の英語のベンチマークにおいて GPT-3.5 を超えたということが報告されています。要するに、7ビリオンというのは昨今でいうと結構ちっちゃめな言語モデルなんですけれども、それでも、この MOE を使うと、良いパフォーマンスが出るということが、まあ、報告されていて、凄さが垣間見えるというところです。でまた、ミスラル AI だけではなく、この MOE 領域を研究している面白い会社として魚 AI というものがあったりします。でこの魚 AI なんですけれども、先ほどとはちょっとアプローチが変わっていて、複数の LLM を組み合わせることによって新しい LLM を作るみたいな研究開発をしていたりします。で直近魚 AI さんから、リリースされたものです と、言語のモデルと画像のモデルっていうものを組み合わせて新しい画像も言語も扱えるようなモデルを、混ぜて作るみたいな手法を提案しています。でこれがあるとですね、例えば日本語だと画像で強いモデルがあまりなかったりするんですけれども、英語の画像モデルを使うことによって、英語の画像モデルというのは結構精度が高いので、その知識をうまく活用できるっていうような中身になっています。でこの魚 AI さんの凄さについてもう少し掘り下げていきたいんですけれども、その話をする前に、まず大規模言語モデルというのはどのようなデータを使って学習するかをちょっと説明します。で大規模言語モデルというのは、まあ、膨大なデータが一般的に必要と言われていまして、その代表格としてコモンクロールというものがよく使われています。こちらは要するにウェブ上のデータをずっとコピーしてきて DB に入れているようなデータセットになっています。で世界中ではこのコモンクロールが使われているんですけど、中身を見てみます と、全体の 50% が英語で、一方日本語は全体の 5% にとどまっています。このことから、日本語はどう頑張ったってその英語の10分の1のデータしか、獲得できないという課題があって、英語に比べて、精度が伸びにくいというような課題がありました。まあ、それに対して、この魚 AI さんの MOE の技術を使うと他の言語の知識を使うことができます。また他の言語の大規模言語モデルというのは、今世の中には1万以上あると言われています。例えばこれはある論文で出てきている図なんですけれども、この黒い線は全部、言語モデルの名前となっています。まあ、これぐらいものすごいボリュームがあって、こういったものを活用して、日本語が今弱いという現状があるんですけれども、それを補強していけるという目処が立ってきたという感じです。ちょっと MOE の話は込み入ったので、一旦まとめるんですけれども、この MOE が出てくると、1個バカでかい、汎用モデルを作るっていう世界線から、ちっちゃくてもいいから特化型のモデルを作るっていう方向性が徐々に見えてきたというところがあったりします。でまた、この MOE という技術は公開されているモデルを組み合わせるような手法になっているの で、そうですね、API 化してサービスを提供していると、まあ、この MOE の恩恵に預かれないというような課題が出てきて、API 化のサービスが取り残される可能性がちょっとあるかなと思っています。でまた MOE を使うと日本語のデータ不足が解消されて、日本語もより精度が上がっていくのではないかなと考えています。で最後に、データ、これは周辺技術というよりは周辺領域なんですけれども、データについて見ていきます。データ領域を変える組織、世界トップ3を挙げろと言われたら、僕はこの3つを挙げます。なんでこれが、この3つが、世界を変えると思っているかといいますと、僕の選定基準でいうと、まあ、著作物の機械学習利用を本気で考えている3つの組織、世界で3つの組織だと思っています。でなぜ文科省なのかっていうところなんですけど、これちょっと適切なのか分かってないんですけど、ここで挙げている理由としては、著作権法を管轄している省庁であるということで挙げさせていただいています。でなんで著作権の話が出てきたかっていうと、日本の著作権法っていうのは、世界的に見てすごく革新的です。どういった意味で革新的かっていう と、著作物の AI 開発の利用において、著作者の許諾なしで一部利用が可能というふうに定められているためです。このことから、世界的に見て、著作権法がかなり緩いので、機械学習天国などと呼ばれていたりします。そういった意味でこういった
法整備を整えてくれたという意味で文科省を今回入れています。で次にオープン AI とメタがどのように取り組んでいるかについて見ていきます。まずこのニュース記事を見ていただきたいんですけど、左側がオープン AI に関するニュース記事で、右側がメタに関するニュース記事となっています。で両方共通しているのが、どちらも書籍の無断利用を疑われて訴えられているというような記事になっています。でこの訴えられている要因としましては、 OpenAI の GPT さんの時の論文に書籍を使ったというような、執筆がありまして、これを根拠に疑われているというような感じです。で同様にメタ社も、LAMA という言語大規模言語モデルについて論文を書いた際に書籍のデータを使っているということを記述してしまっていて、そこで疑われているということです。でこれなんですけれども、ただ疑われているだけじゃなくて、一部報道ではメタ社に関しては海賊版の書籍データというものをLAMA2 の学習に使ってしまっているということを認めたというような報道も出てきていて、今後海外でこういった著作権著作物の利用についてちょっと厳しくなるんじゃないかなと考えていたりします。でですけど、このメタとオープン AI がなぜそういったリスクを冒してまでこの著作物を使いたいかという理由について説明していきます。この論文がマイクロソフトさんの研究なんですけれども、その一つのヒントになっていると思っていて、一般的には大規模言語モデルっていうのは、データをたくさん集めて食わせれば食わせるほど賢くなるっていうふうに今まで言われていたんですけれども、そうじゃないといったような、検証しているのがこちらの論文で、大量に、雑なデータを入れているよりも高品質なデータを少量でもいいから入れると、少量でもいいから高品質なデータだけで学習させるとより高いパフォーマンスが出るということをこの研究で報告していたりします。同様に、ソフトバンクさんの研究なんですけれども、一般的に大規模言語モデルを学習する際に学習データとして使われるのがウェブ上のデータです。このウェブ上のデータっていうのは非常にノイジーなデータが混ざっていて、このノイジーなデータを本当に学習に入れちゃっていいのかっていうのを検証しているのがこちらの研究となっています。でこちらの研究の結果なんですけれども、そのノイジーなデータを削って、データサイズを半分に落とした方が実は、大規模言語モデルの精度が上がるみたいなことがこちらで報告されていて、必ずしも今データのサイズが重要じゃないっていうようなことが分かってきています。要するにこれからの時代はより重要になってくるのはデータの品質っていうことが分かってきています。まあ、そこでですね、日本はせっかく法整備が進んでいて著作物っていうものが機械学習利用しやすいので、こういった事例をどんどん日本のみんなで作っていき、良い日本の言語モデルというものを作っていけたらなと考えている反面、海外ではこういった法整備が間に合っていないので、訴訟の祭りになっていたりとか、あとは海賊版の書籍データをこっそり使ってしまっているような事態が発生していて、まあ、今後その海外では揉めるような状況が想定されるんですけど、国内では法整備が間に合っているので、こういったところにどんどん取り組んでいけたらいいんじゃないかなと考えています。はい、以上で AI の世界を静かに変える人々について一目が発表させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後にオルツ CEO 米倉和孝より閉会のご挨拶を申し上げます。それではよろしくお願いします。入ってるかな。はい、皆様お疲れ様でした。本当に長かったと思います。お尻も痛くなってなんか休憩まで長いしって僕が思ってたみたいな、はい、感じでお疲れ様でございました。そうですね、オルツという会社、まあ、どういう会社なんですかっていうことを僕はすごくよく聞かれるわけですけど、僕がどういう会社にでなければいけないっていうふうに思ってるかっていうのは、よくものづくり日本とか言ってかつては言われていて、で今更ものづくりなんてもう無駄だよっていうふうに言う経営者とかもいますけど、僕はもうクリエイティブしなきゃ誰がどうやって世界変えるんだっていうふうに思っていて、その最強のクリエイティブができる会社でなければもうこの日本という国で、生きてる意味もないっていうふうに思ってですねそういうつもりで日々仕事をしてますし、
そういうチームを作らなきゃいけないし、そういうことを応援してくれるあの方々と一緒に仕事しなければっていうふうに強く信じてますし、そう生きてるつもりです。で、まあ、今日来てここのお尻が痛い中最後までいていただいた方にはあのぜひですね、僕はいつも常々思ってるんですけど、必ず世界変えられるし諦める必要って全くないっていうふうに思ってるので、一緒に僕らと世界変えられると思いますので、ご一緒に仕事をできればと思いますので、ぜひお声掛けいただければと思います。でオルツの T シャツ着てるメンバーにあのぜひ名刺交換していただきたいですし、私ももちろんご挨拶させていただきますので、この後の懇親会でお話しできればと思います。もう AI のこの時代って、今かつて IT が生まれて20年30年の中で一番面白い時期だと思うので、まあ、そこをあの皆さんまだ火がついてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、めちゃくちゃ面白いので面白さをあの共有させていただきますので、ぜひこれからもオルツの応援よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。以上をもちまして、オルツカンファレンス2024AI と人、変革化連続化を終了いたします。改めまして本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございました。この後こちらの会場にて懇親会の開催を予定しております。これからお座りの椅子をスタッフが片付けますので、ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承くださいませ。また会場ロビーには各種サービスを体験できるブースをご用意しております。この時間を利用してぜひご体験いただければと思います。なおアンケートへのご記入まだの方はぜひご協力いただければと思います。スクリーン画面をご確認くださいませ。それでは準備ができるまで今しばらくお待ちくださいませ。